皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ほろ酔い酒女子の生配信、阿久津初めてでドキドキします。チャンスも今日初めてだ。はい、初めての生配信です。よろしくお願いします。ドキドキ。なんか最近生配信、はい、多めですよね。え、めっちゃ多い、ね、めっちゃ面白い、ね、リアルでその宅飲み感を見れるっていう。ベロベロなってたよな。だなってた、なってた、なってた。ちょっとうちらも危ないからね。危ない、というわけで改めて、はい、はい、はい、鬼殺しで皆殺し、阿久津麻央です。お願いします。よいしょ、イエーイ。そしてはーい、チャンサイこと神崎さやです。よろしくお願いします。よいしょ。チャンサイ2度目ましてやんな、しのし、うん、そう。うわー、もうチャンサイの回は危ないから、ほんまにほんまに危ないから。そう、うん、もめっちゃ見てた、チャンサイの。やばいっすよね。モーニングルーティンマジ爆笑し、やばいやばいやばい、嬉しい。ほんまにやばいから、めっちゃ面白かった。じゃあ今日のスペシャルゲスト、はい、自己紹介お願いします。はい、みんなのアイドル、カイリンです。カイリン。ちなみに今日ちょっと2人に会うの嬉しすぎて、ちょっと勝手に興奮して1人でストカン開けてきました。ですよね、真っ赤でしたもんね。なんでそんな真っ赤なの、ストカンやったんや。首まで真っ赤やもんな。あ、めっちゃ見てくれてる。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めっちゃ見てくれてる。平日の6時やのにな。確かに、ね、月曜日から。え、もうじゃあさ、ちょっと早速さ、うん、乾杯する、うん、え、かえりちゃんワイン好きやったのにビール。私ワイン好きなんだけど、ちょっと一旦ビールが一番大好きなビールで、うん、ね、うん、あ、一旦大丈夫、これ飲んで倒れないでね。生配信なんで今日お願いします。はい、はい、程よく飲みます。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ私がお付きしますね。 ありがとう。さすが。で、まおまお多分同い年、はい、そうです。おめでとう。大噴射、うん、興奮してます。生配信なんで。生配信なんか勢いがやっ、はい、お酒が、はい、ありがとう、はい、おっとっとっと。そう、かえりちゃんとまおは同い年です、うん、え、面識はない。今日初めて。初めてなんですよね。事務所は、事務所も違くって。あ、そうなんよ。近いみたいな。そう、でも、そうそうそう、共通の友達が一人おって、お、そう、あの、カイリちゃんとよくあのテキーラの会してるって言ってた。その友達、そう、だから多分結構酒は強いと思うねんな。絶対仲間やな。仲間やで。同じ匂い出せるなってされてたんです。うちらは鬼殺しで、はい、行きます。行きたいと思います、はい、じゃあ乾杯。乾杯。はじめまして。皆さんも持ってるかな。みんな何飲んでんねやろう。最高です。うん、うん、あ、美味しい。プレモン、うまい。はい、今日休みでよかったって。お、え、休みやったんや。最初に乾杯してくれてるんですかね。あの、コメントも随時拾っていくんで、うん、みんな投げてくださいね。めっちゃ来てくれてる。台湾からも。えいはー、嘘、うん、すごいね。お会いにー、お会いにー、お会いにー、嬉しみ。さあ今日は、はい、あの、かえりちゃん、はい、お悩みがあるということで。お、はい、そうなんですよ。この、酒 P に893に聞きたいことがあるということで、はいはい、何でも何でもいいですか。はい、何系の悩みですか。私本当にもうずっと前から悩んでることがあって、うん、もう首と肩の凝りが本当にひどくって、多分2人もそうなんじゃないかなって。ちょっといろいろ治療とかマッサージとかいろいろ試してみたんですけど、全然意味なくって。あ、多分慢性的なやつで、はいはいはい、本当になんかいるんですよね、ここにいる。そう、それね、いるくって、ちょっとどうしたらいいかなみたいな。どうですか、神崎先生。コンタクトつけてますよね。コンタクトつけてます。1日何時間ぐらいつけてますか。1日診療時間だったのすごいなまさかの1日。多分、でもたまにつけっぱなしで寝ちゃうこととかあって。あー、いますね。そう、たまに。でも大体6時間以上は絶対つけてる。いますわ、ここに。わしか
ダメですダメですって、うん、ダメ本当にダメなんですって、うん、え、2人は肩こりあります？あるんですよ、めっちゃある。でも、うん、解決したのが一つあるんですよ、うん、嘘、知りたい。あのね、陰陽師に会うといいです。陰陽師、陰陽師にお祓いしてもらったんですよ、私。陰陽師って誰？なあ、そう、なんか陰陽師です。陰陽師なんです。あの、お祓いしてもらったら針治療とかマッサージしても絶対に治らなかった肩こりも治ったんです、うん、え、それってもうスピリチュアルなやつ？お祓い？安倍の生命って知ってますか？安倍の生命？安倍の生命保険みたいな。違う知らない。アカスとか言ってる。生命保険アカスとか言ってる。安倍の生命って何？言っちゃってんな。あのね、うん、生命っていう陰陽師のね、なんか作った人。陰陽師って寺の名前ですか？いえ、あの人の物体です。人？役職？役職？団体？あ、役職？偉い人的な部長的なやつ。なんでしょうね。グループ名みたいな。グループ名やな。グループ名やな。F4 みたいな。え、あ、ちょっと帰って調べてもらって。ちょっと一旦。陰陽師、はい、覚えとこう。はい、一旦。陰陽師に見てもらえば治るっていう。そうですね。お祓い結構肩こり治ったって人もいるんで。ついてそう。ちょっと。なるほどね。ついてそう。なんかね、生き量がついてそう。私多分そう、いいやつがいるんですよ。いいやつ。多分。生き量ってよくいいやつとかありましたっけ？ない。ない。うん。あ、な、でも聞いてみよう。人の念が、うん、あ、人の念がついてるんだ。うん。うん、あ、じゃあなんかそういう疲れとかじゃなくて、そっち系の意味で、はい、凝ってるっていうこと、はい、かもしれないですね。なるほどね。何しても治らなかったら、お祓い行くのもありです。うん、ちょっと触っていいですか？え、お願いします。うん、私マジでなんかいるんですよ。奥の方に。どう？あ、なんかこのここ触ってほしい。ここ。どう？めっちゃ硬い。やっぱりそうなんだ。うん、めっちゃ硬い。めっちゃおるわ。そう。うん、肩がめっちゃもうモリってしてて、うん、グラビアとかで脱ぐじゃないですか。で、本当ごっついんですよね、ここが。硬い。嘘、触りたい。硬い。硬い。もうめっちゃ硬い。硬いわ。めっちゃ硬いね。ああ、硬い。うん。わかります気持ち。うん、もう本当に寝れないぐらいひどい時があって、たまに。え、てかシンプルにおっぱいでかい女の子は絶対肩凝ってると思う。なんかすいません。うん、確かに。ぐい。シンプルにね。っていうこともあるんで気をつけてください。そうだね。じゃあちょっと一回お祓いに行って、そうですね。行ってみて、良くなったんだもんね。それはい。あの、はい、ご視聴くださった中で、うん、あの、うん、いい、ね、あの針治療してはる方、はい、うん、コメントください。針治療ぜひ、うん、そう、眼精疲労説があるのよ。え、目からくる。さえはコンタクトの度数が合ってなくて、でコンタクトの度数ちゃんとしに行ったら、うん、肩こりマシになった。いや、なるんだ。うん、それも行くべきですわ。それもちょっと有料情報、うん、弱くした。部数を。なるほど。そう。あ、でも目の疲れからもって言うもんね。あ、すずめ姉さんが。え、お前すずめ姉さんや。今日も鬼殺し飲んでるって言って姉さんが。猫ベビーカーに乗せて散歩してる。な。な。して。インスタ皆さん見てください、ゆうちゃんの猫ベビーカーで散歩してんのおしゃれやな、うん、ほんまにおもろい。なるほどね、肩こりか。そう、ね、肩こりと、うん、あともう一個悩みがあって、うん、私本当にジャンクフード大好きすぎて。え、そう、ジャンクフードとお菓子、うん、もう本当に大好きすぎて、もう一人暮らし歴長いんですけど、もう一人でいるとずっと食べてるんですよ、そういうもの。もう野菜一切取らないし。わかるわかるわかる。え、本当に？はい。嘘、本当ですか？え、なんかめちゃめちゃわかります。もうなんかどうしたらいいかわかんなくて、絶対こういうの食べた方がいいんですけど、そう、もう一切食べなくていっちゃうんですよね。そう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 。だから
でも2人やっぱなんかプロ意識高そうだなって思って、そういうのやっぱりちゃんと食生活気にしてるのかなと思って。プロ意識高そうやって、いつもジャンクフードしか食べてないすごいもうウーバーイーツしかしないから、もうウーバーイーツ超最高、だって見てくださいよこれ、おつまみ自分で準備してるけど塩やもん、むくみの原因塩、あそのままいっちゃうんだ、めっちゃ美味しいですよ、美味しいですよ、うん、塩をそのまま、あの日本酒とも合うんでよかったら、あこれ切り上げてもらって早々にね今日時間ないから、あそうだね、そう決まってるからね、そうそう、時間が何時までってうん、うん、YouTube のね撮影やったらね、そう今日短いから、うん、そうですよ、ぜひね、えでもさ太ってないのに気になるんですか、確かにもう本当に太りやすくって、もう最近毎朝朝マック頼んでて Uber Eats に、ソーセージエクマヒンがめちゃくちゃ美味しくって、朝からいける派なんや、朝からは無理、いやまあうーん無理ですかね、二日酔いやからやろ、そうそう二日酔いやから胃が受け付けないんですよ ね、はい、夜中とかに食べがちではないんですね、いや夜中も食べちゃうんですよ、あそうダブルブッキング、もうすごい、ダブルブッキング、それはやばい、あでも食べないんですか今日は、つまみにいただきます、いいですか、はい食べてくださいな、ありがとう、いただきます、あうまいコラーゲン、うまいからあげる、うまいらしいです、美味しそう、これ美味しいやつですね、唐揚げ屋さんのやつみたいなやつですか、こっちが気になる、普通のセブンイレブンで買った、うん、セブンイレブンなんだこれ、冷凍っぽくないなって思った、セブンイレブンってやっぱすごいな、うん、あのチャンサイに教えてもらったセブンイレブンのチンするだけのたこ焼き冷凍のめっちゃ美味しいんですよ、めっちゃ美味しい、ほんまに関西行ってあのカリカリとかじゃなくてべちゃってしたふにゃってしたやつが好きなんですよね、ふわとろね、そうもうセブンイレブンのやつべちゃーなってるからみんな食べてほしい、ほんまにな、めっちゃ美味しい、塩とマヨネーズで食べてほしい、そう、あ1時間ぐらいで終わっちゃうんですかって、今日締め切り時間言ってなかったですっけ、締め切り時間なんか応募があるんですか今日21時ぐらい、あそう21時ぐらいまでなんですよ、はい、おつまみ何かありますか、おつまみ持ってきたの忘れてた、あ、そや、あ、神崎先生今行ってきます、おつまみ持参、はい、そうです、もうなんかさっき、うん、あのコンビニとかにおつまみ買いに行くってた、うん、まあ、私家から持ってきてる、うん、すごい家から持ってきたんだおつまみ持ってきてるみたいなんですごいな、はい、どうですかこれは、これ美味しい、あ、これもなんか結構ベターってしてる、あ好きなやつかもしれない、いいね、進みますよね、ジャンクフード早いなえ、お待たせしました、なんだろうな、チャンサイのおつまみ紹介タイム、今日のおつまみはこちらです、ででん、食べる煮干し、渋いです、楽しいです、すいません一個いいですか、食べてきてますよねこれ見てくださいえ開いてる、こう開いてますよねこれ、めっちゃ美味しいんですよ、食べてきたんですかもう、テイスティング、テイスティングテイスティングしてきますけどマジでめっちゃ美味しい、え、しかもなんか痩せそうじゃないですかこういうの、確かにヘルス、魚いきますか、いいですか、 ありがとう、カイリちゃんがなんか黒いおまけ頭が、でカイリちゃんはあの朝ジャンクフードは OK やけど、うんうん、夜はこういうおつまみにしましょう、変えていきましょう、お腹空いた時は、確かに、あ、なんか、からイカとかとか、結構口動かす系、もうめんどくさくて、ちょっとずつしか食べれない系に変えてみるとか、咀嚼系、え、でも太ってないからいいやん、まあええか、ほんならええっていうことかなんか、まあ太ってたら悩みやけどな、解決しました、うん、解決、うん、太ってないからな、大丈夫ですわ、ダイエットかする、2人、まあ気持ちはな、あ、うん、やばい、帰り女神様飲んでって来てます、え、嬉しい、飲もう、飲みましょう一緒に、飲んでめっちゃコメントいっぱい来てる、メグザイル24カラーメグザイルさん、ありがとう、本物ですかありがとうじゃあぜひセンスがいいよね、帰りさんと、
うん、EXILE 24 Carats さんで乾杯してください。カラッツイエーイイエーイイエーイすごいね。あ、まみこちゃんや、まみこちゃんって競輪のスタッフさん。こんばんは。まを連れてきます。お邪魔します。え、飲んでない。おぉ、あ、来ました。え、EXILE 24 Carats さん、来た来た来た、キラキラしないっていう。キラキラしないごめん、無意識だ。キラキラおやの、ねえ、あれ舞台だからな、娘のな、面白いな。じゃあみんなで行きましょう。確かに、うん、乾杯。イエーイ、乾杯。あ、真央さん飲んでなくない？ウーバー来られてます。誰ですか？これは秋広ウーバーから。秋広ウーバー、秋ちゃん行こうか、うん、いいですね。あ、いいですよ。いいね、いいね。飲んでない。ウォウォウ飲んでない。厳しかった、結構。じゃあ分かりました。じゃあ中指下で、中指下で、中指下、はい、中指下で、中指下まで行ってきます。行、はい、うん、ってらっしゃい。イエーイ。あ、やばい女やぞこれは。いやいや、なんで、なんで、なんで、もう行ったんちゃう。やばいよな。やばいやばいやばい。さすが、テキーラの会行ってはるから、ね、私の友達なんかほんまにすごいって言ってるから、うん、あ、いいね。ちょっと同じ匂いがしてきたね。匂いしてきて、ちょっともう避難しようかな。本当に、うん、面白すぎて、二人のあれが、ね、同じ人種3人もったらもうやばい、倒れるわ。めっちゃ面白くて優しい、ありがとうございます。ぜひぜひ、こちら側にね、ね、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。逆に、ちょっと、で、何ですか？あの、めっちゃ、なんだっけ、何言おうか忘れた。忘れた、忘れたです。あ、そう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 。あの、私、電話超苦手なんですよ。え、聞いて、ちゃんさんさ、え、同じですよね。何でってるんですか？え、もうそう、私、しだしで見てて、で、電話苦手って LINE に書いてあるよみたいな書いてます。 LINE の一言で、え、それいいなって思ったんですよ、うんうん、あのコメント欄に書くの、うんうん、ありますもんね、じゃないと、そう、みんなかけてくるじゃないですか。そうそうそう、しかも突然なんかそうやって見てブーって、そう私ほんと電話苦手すぎて出れないんですよ。わかります。あの、一旦私死ぬんですよ。え、これ、一回破壊して、はい、生き返って、はい、あ、ごめんねみたいな、マインドから行くタイプや。そう、ちょっといや、どういうタイプなの？本当に電話に。タイプ診断してるから、そんなんないやろ。そう、さっきから診療してる。どういうことなの？この神崎クリニック。神崎クリニック。びっくりすんの。そういうタイプなんですね。私結構電話が苦手だから、そのなんか多分マオマオ電話イケイケ系だから、イケイケ系タイプ、なんかタイプ診断イケイケ、うん、かけてきます。そうそうそう、多分そんな気がする。 でも、うん、私みたいな人間って多分世の中に何人かいるんで、うん、本当に空気読めなくて、うん、その LINE の一言分かってるのにかけちゃうんですよ、うん、だから多分今後もあるし、うん、一言入れてもそうなっちゃうから、うん、その時どうしたらいいんですか？対処法、いつもどうしてる？ちゃんさん対処法は、うん、まあ、マオぐらい仲いいと、うんうんうん、めちゃめちゃ仲いい友達だとさすがに出れるじゃないですか、うんうんうん、なんか仲も育んでないのに、うん、そんな軽率に電話かけてくんなよみたいな人が嫌じゃないですか、うんうんうん、私たちってすごい嫌で、なんか堀エモンが言ってたんですけど、うん、なんか電話を突然かけてくるといじれないじゃないですか、はいはいはい、今までやってた作業が、うんうん、だからダメなんですって。めっちゃ迷惑ですよね。だから突然電話をかけてくること自体ちょっと、え、仲良かったらいいからあれだけど、そこまでじゃないのに、その作業を遮られると一回他界しようかなみたいな。え、じゃあこれどう思います？なんかあのずっとその人のトークルームにいたままもうスポ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 って LINE してて、うん、急に電話かけてくるやつ。これマジ許せないんですよ。犯罪にした方がいいですよ。ね、めっちゃわかる。ね、だってそれ出ざるを得ない。そうそうそう。出ざるを得ない。スポスポスポってさ、さっきまでずっとラリーしてたのに、え、電話みたいな。確かに。熱なってきた。めっちゃわかる、めっちゃわかる。そう。
やめようかけるのじゃ電話かけるのやめよう。ほんまにいいねんけど、うん、なんかそうそう、しかもまあまあはそういうの普通にかけるって思ってたら全然いいじゃないですか、うんうん、いいですか、かけてきそうやし、うん、かけてきそうでそうでもないやつがなるほどね、そうすごいなんか嫌なんですよね。それは嫌やな。そうやってもなんか直そうってすごい前から思ってるんですけど、うんうん、じゃあ普通になんか普通にヤホーって出れるようになりたくって、うんうん、でもやっぱなかなか苦手だなって思っちゃうんですよね、うんうん、改善法ってないかなっていう相談。どうやろ、私出ちゃうんですよね、うん、家でも、うん、絶対出ちゃうかな。え、作業してても、うん、だこの間もさ、調整から電話かかってきたのにさ、そう、かけるんですよ、私そうかけるんです私、あと5分で家でなあかんかって、うん、でもめっちゃこうメイクとか髪の毛やってるけど、うん、出ちゃうみたいな、うん、どんだけ出れない状態でももう気づいて着信になってるって分かったら出ちゃうんですよね、うん、え、すごい、それで、うん、めっちゃ優しい、うん、優しい。電話かけてごめんな。飲みますありがとう。え、でも電話嫌いなチャンサイさんがかけてくるってすごいですよね、やっぱ。まあ確かに、だから逆に急用かなと思うんですよね。あ、逆に、うん、今から飲みに行こうっていうまあ急用なんかも知らんけど確かに言う、はいはいはい、ある意味急用っていう。電話やったら断られへんかなと思って追い詰めと言おうとしたのすごいですよ。そうそうそう。で、私今から用事やって、今から出かけるよって言ってんのに、うん、それ1時間で切り上げてきてなっていうので話まとまってようわからようわからへん電話になってもすごいんですからすごいな。何ですか、なんか言おうとしたの。あ、そう、なんか電話でそうやって言われると追い詰められるじゃないですか、うん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 、それが苦手なのかなって。あ、そう、うん、もうね、イエスしか言われへんよね。そう、あ、そうそうそう、それが電話苦手な理由。わかる、追い詰められる、ね、分かってんのに出ちゃうねんな、おじさんによくないほんでおじさん、うん、おるおるおる、おじさんがそのスポースポースポーからの電話はもうこれだ、大体おじさんこれなるほどな、うん、かるわ。突然の電話、ね、さっきまでラリーしてたのにね。はいはいはい、うん、電話苦手だな、ね、でもいいと思いますよ、うん、いいのかな、そのままでそれはいいと思います、全然いいかな、うん、なんか気軽に、なんかちょっと暇でみたいな感じで電話かけちゃう子にめっちゃ憧れるから、あ、そんな気軽に電話するんだみたいな、何も考えてないと思う暇電話する、うん、え、する、する嘘、え、なんか用事ないけどちょっとかけちゃうみたいな、そう、気軽さがいいなみたいな、憧れる。え、じゃあなんか好きな子と電話とか、好きな子から電話かかってくるのも嫌ですか。もう出れないです、緊張しすぎて、もうそれこそ一回マジで一回ほんと他界してまた毎日から行くタイプ毎日何なんですか、何タイプ、何タイプ、何タイプ。私は、うん、こうやってずっと見てます。あ、噛み締めるタイプ。そう、切れるまでずっと見てる。ずっと見て、うん、で、その丸々から着信って出るじゃないですか、うんうん、スクショします。いや、は、思い出、新しい、このタイプは新しい。え、メモリアルタイプ。いいなぁ。そう、すごい、しますね。私2秒で出ちゃいますスクショしよう、これから2秒でさすが直感タイプやもんな、ほってなっちゃう。そっか、そういう好きなタイプも出ない。え、おじさんはうつより話した方が早いって考えたから、そう、そうやって言うんですよ、おじさんは。そうそうそう、あの、うつより早いって、もううつの面倒くなったって言うんですよ、第一声に。絶対出た方が早いって分かってるんだけど、うん、なんでだろうな、そう、理由が分かんないんですよね、自分でも、ね。あ、このコメント向こうから見えてるのかなって。見えてます、見えちゃいます、丸見え、丸見え丸見え、この右側のがコメントですよね。そうです、こんばんは、阿久津さん絶好調ですね。 OK、 マオマオさ、はい、この格好どうしたのよくぞこっから見るとマジで下履いてないみたいになっちゃう。履いてますよ、しっかりと。ちょっといいですか、しっかり履いてますから私
どうしたの今日今日どうしたのってそんなん、え、今日ブルマってドレスコード聞いてるんですか。え、違うんですか。違うんですか今日。めっちゃ面白い。え、今日ブルマって聞いてたんですけど。頼んでないです。え、違うんですか。違うんです。違うんです。もしかしてこれブルマした。いやいや、私は普通ですよ。ほら、 あ、普通。あ、はい。ちなみにちょっと短めのチャンサイと同じ靴下を、うん、そう揃えてきました。え、かわいい、はい、めっちゃかわいい。お揃いで、お揃い、かわいい、はい、あ、そっか、車じゃなかったの。今日はどうしたの。今日ブルマ聞いて、勇気に乾杯するわ。勇気とにかく明るい阿久津真央。ちょっと誰かと混ざってる。とにかく明るい。安心したってきたよ。安心した、よかった、安心してもらって。そう、今日ね、自前部屋着みたいな。ですです、です。そう、みんな自分で持ってきましたね。はい。あれ、かえりちゃんまだの、どうしたん。わお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 、なんかめっちゃ飲みますね、2人。お酒超強いですよね。強いかな、楽しいのが、うん、楽しくなったら見えへんくなんねんな。明日が、そう、明日が、これ名言。気をつけて、明日が見えなくなる。そう、見えなくなっちゃう。もう同じ匂いしかしない。仲良くなれるよか。くいいですね。やばい。8時半でしたっけ、もう。え、いや、まだ4時半やろ。4時半。え、かえりちゃん、あれ、かえりちゃんが、うん、私が45分ぐらいまで。45、え、うん、足りないな。答えない、延長できないんですか。かえりちゃん、かえりちゃん、延長できないんですか。延長してもらえますか。ちょっとそうですね、ちょっと相談してもらって。じゃあ、アウターしてもらえますか。アウターしようか。お店、アウターしようか。アウターしましょう。お願いします。今日私らもね、うん、あの2人で同伴してきて。そうです。で、ね、さっきね、チラッと聞こえて飲んできたんですよね、2人です。そうね、しっかりあの磯丸水産で磯丸で仕上がってきてるんで、仕上がる。よかった。2軒目、はい、2軒目、ね、2軒目です。で、あのカニ味噌コーラ焼き、うん、おつまみにどうですかって、うん、あの事務所のグループラインに写真送ったりとか。やばい。まあ、どうでしょう。でも、どうでしょう。そう、でも調理があのできないから、うんうんうん、今日はあんまなかったんですけど。ここに持ってこようとしたんだね。はい。すぐ持ち込もうとするから、もう。なんかお鍋してる回とかあったよね、おでんか。あったあったあった。あ、おでんあった。ね、ありましたよね。あったあった。でも今日は煮干しがあるんで、チャンスだね。そうです。美味しい、優勝だね、これ。美味しいですね。美味しい。食べてください。ヘルシーらしい。紙パックじゃないから飲んだ詐欺できませんね。ね、確かに。コンビニの鬼殺しやったら、うん、どこまで飲んだかが見えないんですよね。え、紙パックやからストローさして飲むから。うん、飲んだことないですか。ない。やっ、今度。鬼殺しって日本酒。うん、うん、日本酒か。死んでまうな。私多分マジでやばいと思う、日本酒は。またまた。またまた。テキーラありませんか。テキーラの回。テキーラの回。今日テキーラの回や。今日はテキーラないか。テキーラの回や。即死。ね。1800。すごい。でもなんかテキーラ飲んでるんやっていうなんかギャップ。今日しか見てないから。こんなに真っ赤で。なんかテキーラって量少ないじゃないですか。うん、ああ、うん。じゃあ一緒じゃないですかこれ。ね、なんか日本酒、多分テキーラ派か日本酒派かみたいな。いや、ないです、ないです。え、全部飲める？うん、はい。違うかったかも。どうしようみたいな。こちらもね、出てきたらね、ありがたき幸せでいただけますか。ありがたき幸せで、うん、はい。しかも、よく考えたら、うん、テキーラって40度じゃないですか。あ、日本酒ってだいたい15度ぐらいなんですよ。え、あ、はい、そうなんだ。で、テキーラってショットグラスこんなんじゃないですか。うん、おチョコってこれなんですよね。うん、あ、おチョコありますか。今すごいプレゼンされてると思って。怖い先輩が。完璧のプレゼンだった。あ、すいません。じゃあぜひこんな私でも、ビールチェイサーにして。こんな私でもいけちゃいますかね。
いけるいける。鬼殺し。だって今日こんなおっちゃいますよ。待って待って、私今日日本酒飲む予定じゃなかった。本当にかわいそうに。しかも前も市女子で日本酒女子会みたいなって、うんうん、私恐れ多すぎてそこに行ったんですけど、うん、飲まなかった。あら、ちょっと日本酒苦手ですって言って飲まなかったのに、今日のために、ね、プレゼンうますぎて今日のため、今日のために、今日のために今日初を取ってくれてて、日本酒解禁。飲まない予定だったんですか。え、もうマジで今日は本当にビールだけにしようって誓ってきた。予定は見て美味しいんですよ、鬼殺し。あ、え、え、あ、おひゃってますわ。やばい、プンプンしますね。同じ同じ匂いがするほんまにいってる。かっこいい。すごいですよ、皆さん会人いってるわ。で、きっとさ、その日本酒会の時はさ、いろんな日本酒があったはずやのに、うんうん、こんななんかもう ルーツルーツなんていうの、根っこの部分、ね、日本酒のね、根っこの部分からいくっていう。根っこよ、ね、もっと飲みやすい日本酒とかあって根っこの部分からいったからそれ怖い、めっちゃ怖いです、ね、ほんまに。これでも辛口なんですね。なんか甘って思ったけど、まだね、鬼殺しの辛口ってそんなにドカッと来ないですよね。あ、なるほど、うん、意外に飲みやすいよね。あ、じゃあよかった。ちょっとマジでやばいな、でも調子乗って飲んじゃうから。いきますね。かいりちゃんはかいりちゃんの、かいりちゃん、かいりちゃんのペース。ありがとう。かいり真ん中に抑えるなって抑えますよね本当に真ん中本当にえ、なになになに、境に飲んでえ、こんなの人え、めっちゃ優しいから、そういうおっちゃんって。あ、よかったよかったよかった。だいたい歯ないろだいたい歯ないね。ここ熱いから、ここ熱いから、ね、ええの持ってるから、よかった、うん、え、2人は大阪出身そうです。堺出身、東大阪なんです。おー、かいりちゃんも、私埼玉県で、ね、あれ、ちょこっとえ、なんで、なんで、もって言ったのに考えて、なんでやろ、おかしいの、絶対違うやん。え、でも共通の友達大阪やねん、なんでやろ。あ、私めっちゃ関西弁フェチなんですよ。若いな、急に出た、絶対使えへんやつや絶対使えへん関西弁やん。2人のさ、な、主女子の YouTube 見てて、はい、関西弁がサクサクすぎてもう大興奮してて、サクサク、もうかわいいと思って。照れてまうわ、そんな。何人やで、何人やで言わん、逆人やでとか言わん、もうそんな、逆に言うてもらってんな大阪の人って、はい、なんかバーって喋った後に、ま、知らんけどそう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 、もうバッカーみたいな、知らんかい、出来上がってるどうしよう、責任取られへんでしょ、マネージャーさん、マネージャーさんちょっとかいりちゃんが出来上がってる、知らんかいみたいな、すいませんでした、ね、ごめんなさい。でも今日みんな殺すみたいやから見ながらし多めに見てください。ごめんなさいごめんなさい。乗ってきたよ、いいよいいよ、いいね、あったまってきてますね。いい、関西で次の現場大丈夫ですかもうね、無理、ヘロヘロ、現場はないんで大丈夫です、うん、大丈夫、イエイ、ベロベロ、おお、あ、でも2人長いから、この後すごい、そうですね、逆にあの、かいりちゃんもう時間ですよねかいりちゃんもう時間ですよ、ありがとうございます、大丈夫、逆に、怖っ、負け戦っぽくなってきたからね怖かった、今煽られるの好きじゃないもんな、やってもらって煽りたい子やもんな、びっくりした、びっくりしたいいですね。あ、これからかいりさんのために関西弁でコメントします。あ、あ、嬉しい嬉しい、関西弁大好き、嬉しい、すごいや、日本酒でエンジンかかってかかってきました、かかってきてます。今ほろ酔いでガチ酔いする、ほろ酔い、確かにガチ酔い、マジでかいりちゃん、なんかあの主女子の動画見てたら、うん、こんなにエンジンかかってるの初めて見た生ならではですよ、これマジで。確かにあれで編集でうまくねやってくれてるから、ね、もう今日はありのままですから最高やん、めちゃくちゃすごい、こんな関西弁聞けてもう今日満足。本当ですか、悩みどっか行ったかな全然解決してないけどどっか行ったかな、何やったっけ、何やったっけ、楽しかった、それでいいよね、それでいい、それでいい、ね、ありがとうございました、うん、
じゃあ最後にカエルちゃん乾杯しましょう、ね、あらもう帰っちゃうんですか。帰宅帰宅帰宅じゃあこういう女がいいねんで。そうやな、このこう来た時にな、うん、シンデレラ最後までおったらあかんねん。うちらさ最後までいるやん。そう飲み会とか最後の最後までおる。そうやねなんか途中で帰らない。私も明日早いからって帰る女気になるやん。かわいい。そうやろ、うちら朝日浴びてんもんな。いやうちらなんなら送ってく、うん、ほなねそうほんでまだ残ってんのもんな。そう残って女子会とかするからさ。すごいそうええ女ですわ。そうよ送ってくってやる男前。そう、お見送りする、うん、今日もお見送りですから帰りそうエレベーター前までねお見送りお見送りしますよ。こちら私たちは面白すぎる、うん、じゃあ帰りちゃん、はい、ありがとうございました。またありがとうございました。また行かへんねって。乾杯しよう、バイバイ。行かんといてって来てるけど、バイバイ行っちゃうんですね。ありがとうございます。テキーラの会でお会いしましょう次回次回続くイエーイ、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、バイバイ。マジ気をつけてね。気をつける。真っ赤やから。真っ赤か、ほんまに。こんな時間にこんな真っ赤な美女おらんで。おらへん、ほんまに心配すぎそう、悩みはお酒で解決するんですよ。そうやんな、うん、だいたいそうやね。なんでもなんか悩んだら飲んだらええねん。そう溶けてくな、悩みが。うん、え？脳ごと溶けてくそう、脳ごと溶けていくね。脳ごと溶けてく。いや、マジアホらしいなって思う。そうやね、そうやね、そうやね。だからめっちゃ酒は必要。必要、うん、でもなんかそうやってあのストレス発散にもなるから、うんうん、ほんまにめちゃくちゃいい。確かに。お酒は手放せません、マジで、うん、お酒でさ、うん、仲良くなった人とかおるしな。あ、わかる。そうじゃない。確かに、ありがとう、うん、確かに。どこで仲良くなったっけ、うちらって。マジで2年前とかチャンスで毎日のように飲んでたよな。うん、何が引き金やった。え、何やったっけ、わからんな。うん、タコパ、鍋パ。え、なんか家でパーティーして。あ、タコパかも。タコパやんな、うん、で、そっからなんか大阪の時代から知り合いたかったなと思うくらい。あ、そうや、さやの大阪の友達とみんなで遊んだよな。せや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 、ほんまに面白かった。そっからやな、うん、そっから毎日一緒におったな、うん、まだ6時半なけん。お二人年下彼氏好きそうって。年下彼氏、年下派やな。うん、甘えたい派。うん、うん、確かに確かに、うん、じゃないとこんな酔っ払いをさ多めに見てくれへんで。いや確かにね、わ、うん、かる。どうなんねやろ。うん、え、言い忘れてましたが悩みを持った人が入れ替わります。あれ、まあ、カイリちゃんお悩み解決して帰ったから、また新しいお悩み抱えた人が来んねや。うちらの部屋ってことやね。そうや。じゃあ新しいゲストの方が、あ、じゃあ神崎クリニックに、はい、葵あみなちゃんが来てくれました。お邪魔します。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、どっちがいいの。なんかすごいですか。持たれてきました。なんかすごいですね、どっさりある。え、みたい。結構お菓子が多いんですけど、お、はい、こういうチョコレートとかポッキーとかポテトチップスとか。すごいですね。ちょっと待って、お名前の紹介の前にもお菓子の紹介をお名前の紹介改めて自己紹介お願いします。はい、はい、青谷美奈です、うん、モデルタレント今やってます、うん、はい、モンゴル出身です。6年前に日本に来ました。お、はい、よろしくお願いします。すごい、え、めっちゃ日本語上手、うん、上手ですよね。まだまだ足りないと思うんですけど頑張ってます。すごい。いや、めちゃくちゃうまいです。え、しかも私インスタ見たんですけど、うんうん、めっちゃおしゃれインスタ。
マジでおしゃんな投稿をしてはりますよね毎日。すっごい、あら何回も会ったことある感じ。今日は2回目ましてです、うん、私。そうなんですね、うん、でも前一瞬だったんで、初めまして、初めまして。いいですね。あみなちゃんはおいくつなんでしたっけ？22歳です。あ、じゃあお酒飲める年。そうですね。お、乾杯しましょう。一旦乾杯しますか？何飲みます？仲良くなるには乾杯ですからね。せやなせやな、うん、お、こういうの選びました。うち、ん、が美味しそうで、もう好きな。結構差ありますけど、ね、そうですね、すっごい差があるんだよね。見た目で選びました。見た目で、はい、あ、なるほど。だいぶ差あるけどな。じゃあ両方いきますか。私のおすすめはやってんじゃん。じゃあグラスをいただいて乾杯の準備をします。はい、アジアンビューティーね、超エキゾチック。ちょっとインスタ見たいわ私。わあ、なんか、あ、混ぜ、本当に混ぜます？いけます？いいんですか？どうなんだろう、混ぜたことないから。じゃあ初めての共同作業させていただきます。いじめ、いじめだ、いじめだね。いじめダメ、絶対入れます。はい、せーの。うわー、はい、あ、めっちゃおしゃれやな。めっちゃ美味しいと思う。これマジで美味しいと思う。何やろ、やばいやろ、すごいスタイルしてる。やばいやろ。そう、アミラちゃんのインスタ見て、みんなマジで。なるかな。すっごい、ちょっとほんまに青いアミナちゃんでも検索してもらったら出ますもんね。はい、ほんまにおしゃれインスタ。ありがとうございます。最高ですよ。てか体型がえげつない。うん、最高の美ボディですから。ありがとうございます。やっぱ日本人じゃないね。いや、ほんまにすごい、めっちゃすごい体験してる。かっこいい。日本語うまいってきてます。日本語は？日本語は、まあ、日本語学校行ったので、なんとなく学校に行ったよ。学校行きました。えらい。じゃあモンゴルの乾杯みたいな温度、あ、いいね、じゃあ教えてほしいかな。はい、特等位。特等位？特等位、はい、特等位です。じゃあ皆さんいきますよ。はい、せーの、特等特等位。すごい、美味しい。めっちゃいい香りする。すごい美味しいです。あ、モンゴルの女の子の体はボンキュッボンと聞きました。うわ、ミネフジコや。どうなんだろう、そんな大きくないけど。いやいや、え、ちなみに何カップですか？D カップです。あ、すごい。ディオールの D。お尻もちゃんとありましたよね。うん、お尻は、うん、なんか骨 が大きいかな、わかんないけど。いや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 、素敵、エロい。あ、特等位ってきてる。特等位。あ、みんな乾杯する、うん、初めての生配信なのでちょっと緊張してます。ドキドキですね。で、お酒は強いですか？まあ、弱いかな。かわいい。モンゴルは結構お酒飲む習慣がある？そうですね、結構ウォッカが多いです。ウォッカ力強いな。死んでまうな。うちら飛んでまうわ。ちょっとね、すいませんでした。失礼いたしました。姉さんって呼ぼう。姉さんって呼ぼう。ウォッカ、で、ウォッカを飲んで、ウォッカ何割なんですか？私はウォッカ飲んだことないんですけど、うん、はいはい、やっぱ女の人はワインとかシャンパンなんですけど、男の人はもうウォッカ、なんかショットで、そのままで、そうですね、そうなんや。水割りとかないですね、ソーダって割ったりあんまりしないですね。もう言ったら日本で言ってキーラみたいな感じで、そうですね、もうショットといえばウォッカが出てきて、はい、すごい。まあ、女の人はちょっと強すぎるから、そのお酒があんまり、はい、うん、ワインですね。じゃあみなちゃん、ワインも飛ぶけど、みなちゃんは強いんですよね。とはあるけど、お酒、うん、どうなんだろう、弱いっても言えないし強いっても言えないです。でもさ、成人になったのが日本でですよね。そうですね、お前6年前やもんな、ね、はい、だからモンゴルに帰ってお酒飲んだりとかはまだしてないんですか？でもしたことはあります。あの、成人になってなかったけど。ちょっとモンゴル、はい、あら、モンゴル、高校生の時から、まあ
ちょこちょこ飲むから、ビール味見したりそのぐらいで飲んだことあります。なるほど。モンゴルってビールあのあるんですか？モンゴルのビールとかもあるし、日本のキリンとかも有名です。そうなんや。へえ。人気ですね。モンゴルのビール気になる。美味しそう。どうなの？結構味が濃いと思います。濃いんや。行ってみたいな。行ってみたい結構行きたい国にモンゴル入ってて。おインスタ映えですよね。結構夏とか7月とか行くと最高ですね。そうなんや、うん、行ってみたいな。自然が好きな人は結構好きだと思います。楽しそう。なんかモンゴルの風習とか、モンゴルの人たちってどんな感じなんですか？陽気とか。確かに。モンゴルの人たち、お祭り好きとか。あ、大好きです。あそう、結構モンゴルはお祭りが多くて、でなんかもう毎月みたいな、なんか休みの日もあるし、国みんな休んで、なんか国休んで休みます、なんか一日で。すごい。女の日とか男の日とか、女の日男の日、ひな祭りとかの話かな。はい、そうですね。全然お休みで。すごいですね。すげえ。いいな。盛り上がっていい国よな。結構パーティーとかも好きだから。へえ。あ、確かにモンゴルの食べ物ってどんなのってコメントでありましたね。食べ物、お肉ですね。結構お肉なんや。はい、人気って言ったらモンゴルのお肉の味が結構美味しいって言われます。へー、結構もうなんか濃いっていうか、なんて言えばいいかな。ケバブとか。もうなんか骨ごとのお肉みたいな。へーほんまに肉肉しいんですね。そうですね。お酒進むやん。あみなちゃんもお悩みあるんですか？あ、お悩みはいろいろあります。おいやでも確かに6年を東京来て、日本に来て6年経って、はい、で今グラビアですか？そうですね、モデルさんとね。モデルさんとして、絶対悩みつきひんわ。その前になんか日本語の件で、日本語が足りるかどうかっていう心配が少しあって。え、でもこれがいいんじゃないの？なんかたまにやっぱり最近の言葉とか知らないから、みんなで話すときに、それ何みたいな、なるから、結構それがちょっと悩みですね。鬼殺ししか勝たんみたいなとか。そうですね。なんかそういう勝たんとか、流行ってる用語が分かんないみたいな、ゲームだったりいろいろ。あ、ゲームね。いてこましたろかって分かりますか？ちょっと待って、分かんないですよ。何ですか？分かんない？それは知らんでいい。それは知らんでいい。気になります。あ、じゃあもう一個、ドタマ勝ち割るぞって。全然わかんないですか？ドタ割り分かんなくていいんだ。それも使えへんから、もう今日だけやから。それ違う、日本語教えたいな。多分、大丈夫大丈夫。教えてあげて。違う、その余白があるんやったら違うのよ。絶対、絶対ちゃう、はい、絶対ちゃう、はい、絶対。まあそんなこんなで関西弁だったんですけど今のは。でも方言になると余計わかんなくなりますよね。そうですね、なんか、私にとっては日本語は一つだから。確かに。そのあれがわからないですね。ね、あかんとか、その言葉だけわかります。なるほど。あかんはいいらしいよ。あかん、モテるらしい。最新 DVD あくつまをあかん買ってください。そうやな。すいません、すいません。呼ばんといては。呼ばんといて3枚目の DVD です、買ってください。っていうね、ごめんなさいね、いろいろあるんですけど。最近覚えた言葉ってありますか？もう最近覚えたこと、やっぱりなんか映画館で映画見てて、なんか多分それ関西なのかな、映画がなんかいい子いい子っていうのを、ええ子ええ子って言ってるのを聞いてすごい気になって、すごい覚えたんだけど。確かにいいはええっていう、ええ子ええ子って、いい味してるっていうのもええ味してるっていうし、確かに関西は全部ええっていう、ええやつやな。結構は聞くのが好きです。あ、自分ができないから
大体なんか分かるんだけど、分かるっていうか難しいのは分からないけど、なんか違うけどすごい聞くのが好きですね。かわいい。まだに分からん言葉とかあるんやな。あるんやな。なあ、でもなんか吸収力がすごいから、なんかその学ぼうとする聞くのが楽しいとか、うんうん、スポンジ女ですね。スポンジすごい。台湾の人も言葉の単語の量が追いつかないって、うん、いっぱい出てくるから。いやでもそうやろうな、うん、日本語は漢字があるから難しいですね。ほんまや。そっか。なんで日本に来たんですか？もうなんか保育園とか幼稚園の時から日本が好きだったので、めっちゃ昔から、はい、お母さんがモンゴル人なんですけど、うん、日本語の先生と通訳者なんです。だからずっと日本行ったり来たりしてて、で日本のお菓子とか持ってきたり、うんうん、で結構もうなんか日本の話ずっと聞いてたから、それがなんか、うんうん、ああいいなあいいなってなって、日本行きたい行きたいって、大きくなったらもう絶対日本で住むとか言って、それで高校生卒業してすぐ来ました。次の日に。あ、一人で？お母さんが先に来てたから、はい、後で来たんですけど。じゃあさ、そのアリミナちゃんがさ持ってきたお菓子ってめっちゃ貴重じゃない？ほんまやね。これがアミナちゃんの一面ですか？まずそうですね、私の好きな、まあ、つまみ、おつまみ、はい、まずポッキー、これ極細選んでるのがまたまたいいね。いいですね。いいね。そしてそしてポテトチップスです。最高。海苔塩最高。海苔塩いいね。うん、結構お菓子が多いですね、うんうん、あとまあこれです。うわイカ、イカ美味しいやつや。あの炙りは任せてくださいね。あ、炙りの真央がいるんで、はい、いつでも炙らせていただきます。炙りってわかる？あ、炙りわかります？炙りわかります。あ、いいです。あすごい。すごいな。食べましょうか。食べましょう。はい、全然食べてくださいね。あ、モンゴルは主語述語はどうなってるんですかって。え、何ですか？主語述語なんて言えばいいんやろ、うん、私がとかが主語、はい、で、はい、出語は習ってない。なんか英語は、はい、あの先に言うよね、何目的を。あ、日本と同じです。あ、日本と同じ。はい、だからお母さんもあのなんかフランス語、韓国語、いろんなあの、うん、国々の言葉の中でなんかどっちにしようかなって悩んでた時に、先生が日本とモンゴルの文法のあれが一緒だから日本語の方がなんか勉強しやすいんじゃないって言われて、初めて勉強したって言ってたから、だそうです。ですほうほうほう。私は結構英語とかあんまり難しいですね。その、うん、私が好きリンゴみたいな感じじゃないですか。はいはいはい、そう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 。難しい。わからないですまだ。確かに。難しいよな。はい。お、難しいですね。お、ちなみに、はい、アミナちゃん寄ったらどうなるんですか？私結構楽しくなります。あ、見てみたい。見てみたい。見てみたい。飲んだ方がいいんちゃう？どうなんだろうね。日本酒もあるしね。今ちょっと緊張してるから多分あんまり合わないから。ほぐしましょう、ほぐしましょう。大丈夫大丈夫。足もほぐした。足もほぐしても。うん。で、飲みすぎたら眠くなります。あ、ちょっと楽しくなってて、そこでストップしたらいいけど、ちょっと飲みすぎたら。そこを息越えちゃうと寝ちゃう派なんですね。大丈夫です。起こします。はい。とっとーい。すごい覚えましたね。すごい、もうね、チャンスはほんまに記憶力すごくて。すごいですね。特等位。特等位。ちなみにさ、デビューして何年なんですか？確かに。ね、緊張するってことは。はい。若いしね。22歳ですか？22歳、めっちゃ若いな。デビューしたって？はい。3月1日からです。待って待って、今月？はい。もう。びっくりしすぎて。こんなところに来
てしまって。ちょっともうどうするよ。すごい。熟してます。海賊みたいな。海賊って何？海賊って何？海賊の場に海賊って。あら。そうなんです。すごいですね。はい、じゃあ今月デビューされたということで、はい、おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。やったー。すごい。そりゃ緊張するわ、うん。スカウトされたんですか？あ、まあ自分であ、そうなんや。ったので、はい。一つの夢だったから。じゃあ合格しちゃったんや。はい。嬉しかった。すごいすごい。アミナちゃんはじゃあ将来モデルさんですか？なりたいですね。なりたい。はあ、でもなれる。絶対なれる。いや絶対なれると思う。うんうんうん、そのなんかインスタグラムとかさ無限大やん。あんなおしゃれなさワールドワイルドなインスタしてたら絶対声かかるやろうな。結構頑張ろうと思ってます。すごいよ。素敵とか絶対頑張ってほしい、うんうんうん、もう絶対にスターになる。なる。もうスターやもんだってなってる、うん、なってるよ。こんな出来上がってんねんで、うん、デビュー、まあ、それ今月デビューですごいわ、うん、もうなんか先輩たちみたいになりたいです。まあね、なりたいわね。こちらみたいな。すごい。時間かかんで。かかるよ。頑張ってな。そうだと思いますね。心痛くなってきたね。きっとそうだと思いますね。綺麗な日本語で。そう、スーパールーキーですよ、ね。いや、ほんまに。お、スタッフさんが私たちのデビューどうだったと。私はそのデビューっていうか、大阪？大阪ってわかります？わかります。大阪の事務所に入って、でもなんか、はい、あのコンパニオンみたいな、はい、コンパニオンってわかりますか？わからないです。わかんないですよね、はい、なんかイベントコンパニオンっていうなんかお仕事があるんですよ、種類が、うん、でやってて、で突然なんかそのエビスマスカッツっていうグループのオーディションに行くことになって、うん、行って受かって。すごいよね。もう、うん、1週間後に上京みたいな、東京行ったみたいな感じで。もそれが22歳ぐらい。でも事務所に入ってのは20歳ぐらいやから、2年ぐらいずっと下積みっていうか、そうイベントコンパニオンばっかりしてたかも。パチンコ屋さんとか行って、なんかちょっとエッチな服着て、お客さんになんかすごいですねみたいな、当たってますねみたいな、そういうのをしてたかもね。あったあった。うん、なんかもともと私アイドルになりたかったんですよね。うん、で乃木坂の一期生のオーディション受けて、はい、で最終まで行けたけど最後落ちちゃって、しかも落ちた理由が得意なダンスで落ちちゃったんですよ。うん、で落ち込みすぎて絶対に東京に出てきてやるって思って、うん、でそれでレースクイーンとかそういうパチンコのお仕事とかして、うんうん、今グラビアにたどり着いたんですけど、はい、でもあの時のなんか気持ちがなかったら、なんかそういうデビューのきっかけになってなかったかもとか。あ、そうだね。そうそうそう、やっぱ私は悔しさがバネになりましたね。めっちゃ頑張ろうみたいな。あ、そっか。そうそう、一発合格と一発合格じゃなかったみたいな。いや、ほんまにもう悔しさがバネになったって。そう、モスバーガーのトイレで泣きましたから、めっちゃ泣いたから、もうほんまに。でも今はすごいですよね。いや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 、でもね、でもあみな後輩やな。そうやろ、同じ事務所なんですよ。ね、すごい。あみなちゃん同じ事務所になって今月デビューして、しかもなんかツイッター最近始めたみたいな。そうですね、全然使ったこともなくて、ずっとインスタはやってきてたけど、うんうん、ツイッターにも最近チャレンジしてて、だからぜひ皆さんフォローお願いします。あ、いや、みなちゃんでぜひ、はい、よろしくお願いします。いや、すごい。あ、どんな雑誌になりたいとかありますか？お、あ、まだそこまで考えてないです。ファッションモデルみたいな。そうですね、グラビアも結構興味ありますね。ドカーンっていけそうやな。いけそう。ちょっと危ないよね。危ないよ。危ないよね。なんかどんどんわーね、
そうよ。もうね、日本人離れしたくさん体しててさ、勢いある新人ですから。ね、怖いよ。いや、すごいよ。ね、うん。なんか悩みとかあるんですか？やっぱりこの間なんか撮影会に参加してみたんですけど、皆さんの体がすごい綺麗で、おう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 、私がなんかちょっとダイエットしようかなと思ったり、どひゃ、みんな細いですよね。すごい細いです。うん、人はね、で、おっぱいとお尻だけ大きいみたいな。あいいとこだけ出てるみたいなね。はい、だから結構見て、ああダイエットしなきゃって、それが一番の悩みですね今は。え、ちょっと立ってみてもらってもいいですか？え、見たい見たい。え、でもえめっちゃナイスバディあったけどな。いやーでもほら、いや全然結構もっとこうウエストとか細く、めっちゃ、え、ウエストさんたりですか？すんごいよこのくびれ、え、あーここのラインが、ここここここ、このライン大事です。ここめっちゃすごい。ここのラインはマジで大事ですよね。え、伝わりました？カメラで。え、こっち向いたら、あ、こっち。こっち向いて、いきますよ。こう行くじゃないですか。はい。こう行って、はい。あれ。え？すみません、見えなかったです。すごい。見えなかったです。ごめんなさい。見えなかったです。アーカイブでお願いします。アーカイブで見る。ゲーム戻してな。いや、すごいよ。今日ね、可愛らしいパジャマ着てて、ちょっと見えにくかったかもしれないですけど、今チャンセがこう押さえたラインが本物のラインですか。そう。S字ライン。めっちゃ綺麗。でも。やっぱりもう皆さんの体もすごい綺麗だから、そこ見ちゃうとすごいなんか、あ、ダイエットしたいしたいってずっと思ってます。いやいやいや、で今月からジムも通い始めて、え、向上心高っ、ちょっと待って、追いやられんねんけどな勢いありすぎんねんけどな、すごいね、頑張ってます。うわ、先輩何かアドバイスをって、あー、まあ、ケーカ食べてもいいですか？うん、いただきます。じゃあアミナちゃんは、うん、はい、こうねデビューしていろいろ悩むことももっと出てくるかもしれないので、はい、そういう時はもう22歳でお酒も飲めるので、はい、神崎クリニック、阿久津クリニックを頼ってください。うん、間違いない。いつでも、はい、いや、ありがとうございます。私たちのクリニックに通ったら、あの記憶飛ばしてしっかり、うん、そうですね、悩み解決できる、はい、大丈夫です。悩みの記憶が飛ぶからね。そうです、そうです、うん、とりあえず乾杯するんです。そうです、そうです、そうよ。大丈夫でした？これほろ酔いと氷結のマッチングは、はい、すごい美味しいです。あ、よかった。初めてこんななんか混ぜて飲むって分からなかったんですけど、やばいですよね。どうなんだろうと思ったけど、すごい美味しいです。いいでしょう、はい、これあの東大阪の飲み方です。これからこんな感じで飲みます。いいです、いいですよ。いいですね、おすすめですよ。はい、見たことないもんね。大丈夫かな。大丈夫、本当に大丈夫かな。事務所やめへん？大丈夫。え、ごめんなさい、マネージャーさん。せっかく合格したのに。さやたやめるで。え、やめて、やめといて。おつまみもね、うん、みなちゃん食べながら飲んでくださいね。ダメな、これも食べましょうか。あー、極細ポッキー食べたい。ポテトチップス食べたいです。あみなちゃんめっちゃネイル可愛いねん。ギャル味あるよね。でもちゃんとおしゃれみたいな。はい、結構エステティシャンだったから、ずっと爪、エステティシャン、はい、これ塗れなかったんですよ。だから、なるほどね、今、はい、その時できなかったから、からはい、もうやりたいって思ってやってみました。スカルプ？なんだろう、なんかジェル、ジェル、地爪です。でも、え、地爪にジェル塗ってます。すげえ。だからもうずっとこんな長い爪欲しかったから、うん、なるほど、今ネイルできて楽しいですね。楽しいですね。うんうんうん、エステティシャンやってみて。エステティシャンですね。で、さっきのカエリーさん癒してもらった方がいいよね。あ、ほんまや、カエリーちゃん。カエリーちゃん帰ってきてもらって、ね、癒してもらった方がいい。みたいだった。
かわいい反対やった。かわいい。全然大丈夫。ずるいな。見てください。食べさせてもらう。じゃあお父さんもお母さんもモンゴルの。そうですね。じゃあ日本のチーズ入ってないよ。え？日本の？日本の日本。人は一切日本人の血は入ってない、うん、入ってないですね待ってそうやんなそれ言いたかったやんな なんか100%モンゴル人訳しすぎて全然日本語じゃなかったよねちょっとはいって言われてうまいこと喋れてないやつアーカイブ見てくださいこれもアーカイブやそれですかってはい血は入ってないですね入ってないんですって入ってないんですって、うん、いただきます日本長くなるほどなんか慣れてきて結構自分の国みたいになってきました、うんうん、あーできる、うんうんうん、今モンゴル帰ってもなんか日本戻りたい早く帰りたいと思うようになりましたやだいいわ、うん、一回帰ったんですけどなんか2週間だけかな多分最初の1週間は楽しかったけど最後の1週間はもうなんか帰りたい帰りたいと思って帰りたいって、でなんかお寿司食べたいなんかあれ食べたいなんか確かにね、うん、モンゴルはお寿司はないんですねお寿司屋さんっていうのはモンゴル海ないですねあそうかお寿司とか日本のレストランはあるんですけど、うんうん、なんか日本みたいなあの新鮮な魚とかないので、うんうんうんなるほどモンゴルの首都ってどこですかウランバートルあウランバートルウランバートルウランバートルはいすいませ ん, うんそうなんやうんモンゴル行ってみたいよねうんマジで行ってみたいどのくらいなんですか日本から4時間半で直行便で4時間ではい行けますのでそうなんや、うん、アジア、うん、そうですねそうなんやロシアと中国の間ですうん朝青龍そうですねあ朝青龍の作ったレストランとか建てた温泉とかいっぱいあるのでなるほどね、うん、じゃあ私たちモンゴル行った時はミナちゃんに紹介してもらいますよ、うん、私案内しますお願いしますえじゃあみんな YouTube 撮りに行こうよあ、そう行こうよ、ねうん、それいいですね4時間で行けるし行きたい、うん、じゃあさ予定立ててそのコロナが明けたら、うん、予定立てて行きたい、うん、行きたいですそうですねもう案内したいです一番いいところに連れて行きたいやっと撮りに行こう行きたい、ね、しかもなんかちゃんとディープなところも教えてくれそうやからいいよね、うんうん、モンゴルで飛んでみた、うん、どこでも飛ぶやんモンゴルで飛んで女子でも飛ぶしモンゴルでも飛ぶしそうなのどこでも飛ぶやんお酒しかないからねそれに行こう大好きなんですお酒うんお酒は好きです何が好きですかワインとかですねワインなんや、はい、やっぱ女の子はワインなんや、モンゴルのね、女の子あ、そっか、さっき言ってはったもんね、はい、酔ってるあのね酔ってるよ酔ってるよなあーとか、あーとかできる酔ってるよ、めっちゃ酔ってるよな乾杯とくといとくとい追いついてもらってとくといとくといおいしいめっちゃええ子やなめっちゃええ子愛ちゃんほんで期待の新人ですからまず、うん、あれ先輩先輩え先輩食べてないんですかあこれ鬼殺しって日本酒飲んだ方がええわ、ちょっと飲みますか飲んだ方がええわどうなんだろう辛口ですかそうです一口だけ飲んでみますじゃあ味ほど味見テイスティングテイスティング入ります先輩減ってないよ飲んだことないですねこれああ先輩減ってないよはいあ今からか先輩飲んだ先輩味見ね味見これぐらいしたね確かに確かにじゃあありがとうございます神崎先生から入りました、はい、鬼殺しドクトーイうん、なんか思ったより、うん、
どうですか。優しい味です。おー、ってなるのかなと思ったけど、うん、確かにこの見た目ほどね、鬼殺しって結構見た目がなんかクッとくるのかなみたいなきついイメージあるんですけど、うんうん、違うんですよ。優しい味ですね、うん、いけますよね意外と、うんうん、お、いけますね。うわお、うん、さっきアミナちゃんが言ってた、はい、あのお寿司と一緒で本当に合うんですよ。お寿司と一緒に飲むのが一番合うよな。うん、いや私お寿司一番好きだから、うわいいですね、最高です。海鮮とめちゃくちゃ合うんで覚えておきます。いいですよ。結構日本酒とかいろんな種類見たことあるんですけど、ね、全然飲んだことなくて、うんうん、じゃあ今日が初。そうですね。あれカイリーちゃんに続きアミナちゃんもあら今日初、はい、日本酒開発の回ね。開発一発目鬼殺して結構パンチ効いてるパンチ効いてんの。めちゃめちゃパンチ効いてます。めっちゃパンチ効いてんね最高。ウォッカいけるなら日本酒大丈夫でしょうって。でもウォッカは男の子が飲むんですよね。そうですね、私は飲んだことないです。匂ったことあるんですけど、うんうんうん、おおあ、とにかくなんかおおとにかくじゃないの。あ、何パー2パーぐらい。あ、靴2パーぐらい。お、あ、見えた見えた見えた気は知ってる。おしょんしょんに行ってきた、うん、おしょんしょんですね。あ、結構、あ、でも聞きたいかも。え、日本のここすごいって思ったことありますか。はい、すごいなって、いっぱいありますね。おお、一番なのはどうなんだろう、すごいと思ったのは例えば、うん、一番最初来て、うん、なんかすごいなと思ったのはエレベーターとか入った時になんか日本人ってなんか、あ、なんかすいませんみたいな感じで入ってくるじゃないですか、うんうん、なんかそれはモンゴルで全然ないんですよ。あだからなんかそういう知らない人に対してもなんか優しいっていうのがすごい、あ、まあ、すごいなって思いましたね。日本人独特ですよね。なんかちゃんと結構優しいと思います。行列に並ぶとか、うん、多分世界一じゃないかなと思います。そうなんや。本当に優しいと思います。なんか自分より相手のこと先に考えるとか、うんうん、そういう人の方が多いからすごいと思いますね。確かに、うん、嬉しいなですって。嬉しい、やっぱり人の、うん、優しさが一番です。なんか海外の人が日本に来てびっくりすることってなんか結構そういうのって聞くから。そうですね、うん、嬉しい。なんかその家から出ちゃダメだよって言われて家から出ないとことかも、そうですね、そうすごいなと思って。本当にすごいですね。ね、わかるって台湾の人が、うん、ね、すごい、ぶつかってもすいませんって言えるし。そうですね、うん、結構優しいですね。確かに嬉しい。あとは自動販売機があることとか、うん、ないんですか。あるんでだけどなんか日本ほど多くないですね。デパートとかにしかないです、うん、街の、 あの道の隣とかはないですね、うん、一切、モンゴルは、あの、うん、トイレしたトイレットペーパーは流せますか、はい、ゴミ箱、流せるのもあるし流せないのもあります。今多分最新されてると思う、うん、途中だと思います。あ、最近の、はい、ホテルとか、うん、デパートとかは流れるんですけど、うんうん、やっぱり普通の昔のところはそのままですね。そうなんや、はい、日本人は優しすぎるって。そうですね、たまにそう思います。なんか優しすぎるなっていう。嬉しいな。でも結構ね、はい、それで、うん、多分みんな大好きだと思います。嬉しい。人のことを考えてる方が、うん、なんか幸せになれる。そうですね、幸せな気持ちになるかも、うん、こうしてあげたいな、してあげたいなみたいなことを、はい、ね、大好き。じゃあさ、私から質問していいですか。うん、はい、何ですか。付き合うなら、はい、モンゴル人か日本人か。あー難しいですね。
難しいですね。おかえり。結局この質問してる。え、何？すごい質問しました。付き合うならモンゴル人か日本人。究極すぎん？それすごい難しいですね。答えは出ましたか？あ、じゃあどっちの男性のいいところも言っていこう。なんか決めてもな。友達とか日本人の男の人と付き合ってる子もいて、うん、話聞くとすごいなんか責任感があって、うん、なんかもう結婚もしたんだけどすごいイメージ的に責任感がすごくて、あ、あとなんか男らしい、男らしいっていうかなんていうんですか、うん、こう家を、家のこととかちゃんと考えて、将来のこととかちゃんとなんかできるっていうのがすごくて、イメージが、あー、真面目みたいな。そうですね、うんうんうん、真面目とかで、それもいいんですけど、モンゴル人のいい点が、うん、ロマンチックなんですよね。男の人がすごいロマンチックなんや。デートの時花束持ってくるとか、そこからなんか、あ、ロマンチックの方がいいかもと思うけど、でもやっぱりその責任感もいいなっていう、うんうん、だからどっちもなんか選べないですね。難しいですね。どっちもいいところがあるし、日本人でロマンチックの人だったら最高です。確かにどっちもいいところが入ってて、うん、でなんか日本人の人ってあんまり花束とか持ってきたりしないって聞いたから、うん、と思っちゃったんですよね。確かに、あれ何でなんやろうな、日本の女性が冷めてんのかな、花束よりも。そうなんかな、花束よりもメロディーよ。ごめん、花束の代わりに、代わりにはごめん。すいませんでした。でもでもロマンチックさってめっちゃ大事だと思う。結構好きだから、個人的にもそういうのが、うん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 、サプライズだったり、確かに大事、大好きだから、うん、それでなんか、あ、モンゴル人の方がいいかもと思うけど、うん、もう日本人もいいよなって、うん、日本人の人と付き合ったことないんですけど、うんうん、結構聞いた話で、あ、すごいなんか結婚したいとかも思います、うん、じゃあぜひ日本人でロマンチストな方、アミナちゃん、こちらまで、こちらまで。すごい。確かになんかさ、うん、女の子もさ、うんうん、ロマンチックな人あんまりおらんくない、日本人って。かもしらん。ロマンいるか、いると思うけど、うん、なんか海外ほど情熱的な、確かに、なんか TikTok とかで見ると世界のサプライズみたいなのが見れて、うん、なんか海外ではこういうことすんねやみたいな、うんうん、なんか多分日本人って照れくさいんかな、うん、なんかこう一歩がこうできないみたいな感じで、ね、なんかサプライズ上手になれない、ね、うん、フラッシュモブとかもめっちゃ流行ったけどさ、うん、あー懐かしい。ちょっとディスられるようにもなってきて、うん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 、難しいな。でも結構なんかモンゴルで見るのはバスの中とか、うん、男の人の上に女の子が座っててなんかもうラブラブみたいのが見たのも多いのに、日本で一切電車の中そういうのないから、確かにすごい真面目だよなと思います。確かに確かにすごいね。うちらはそんなんも分かれへんからさ、うんうんうん、でもそれもいけるから。アミナちゃんが全部招待してくれ、ねね、全部紹介してくれるから、ね、価値観変わるかもね、うちらの、うん、ね、そういうの見たら、いや、すごいね、楽しい、なんかそういうモンゴルの世界の話聞くのも、うんうん、ですね、比べると全然違うから、そうやんな、うん、そうやんな。だって旅行したことある？海外に。ない。仕事以外で行ったことある？ないかも。2歳の時にハワイだけで記憶ないみたいな。これもすごいけどな。仕事で、仕事きっかけで、あのパスポートを作ったりとかしたから、ほんまに全然海外のことわからんから。へえ、そっか、行きたいな。行きたい。でもなんか聞いた話なんですけど、日本ってすごいいい国だから、うんうん、日本人が外国行ったら、うん、なんか気に入らないものが多いみたいな話聞きました、なんかちょっと不便っていうか、お手洗いから、あ、水はいろんな意味でなんか日本と同じぐらいじゃないから、やっぱり、で外国人は日本に来たらみんな、あ、いいなみたいな、そうなるって聞きました。確かに、
多分面白い面では多分いいかなと思うけど、うんうんうん、不便とか便利さとかでは日本が一番だと思います。確かになんかさ初めて行った海外が台湾で、うんうんうん、高校生の時にその台湾人の友達といたの高校に、うん、同じクラスにさ台湾人がいて、うん、その子と言ってるけど、うん、結構あのトイレットペーパー流されへんのが結構びっくりしてなんか、か、そう、そんなことさあると思えへんやん、うん、世に、うん、拭いて捨てるみたいな、ね、そうそうそうゴミ箱みたいなところにだから結構びっくりしたかも。え、モンゴルはどうですか、流せるんですか、あの最近のデパートとか最近のホテルとかは、流せるんですね、はい、普通の普通のところとかは流されないと流されない、はい、まあでもうちらノションで生きてるから大丈夫か基本ノションって言ってノションって分かりますか、その辺はい、はい、ノション分かる、ノションわかんねえって、な、嘘やん、ノションってわかる、なんかなんとなくわかったけど、はい、なになに、言うんですか、うん、やめたげてやめたげて、なになに言いますよ、言います、その辺でな、はい、言いますその辺でしょやめたげてかわいい、そうは皆さん今日は日本酒初解禁もしてくれてお悩みも全部ぶち明けてくれてノションまで言わされてありがとう、ノションわかるんや、いやすごいわじゃあまた今度も鬼殺しの回で、はい、もう帰っちゃうの、やばい、また遠い遠い大好きってなんて言うんですか、ヘイステシュー、ヘイステシュー、おーでも上手ですね、うん、発音がヘイステシュー、耳やねん耳めっちゃええやな、えすごい、ヘイステシュー、ヘイステシュー、おーでも上手ですね、ヘイステシュー、ヘイステシュー、ヘイステシュー、大好きだよみたいな、ヘイステシュー、みんなでよ、ステシュー、ステシュー、ありがとう、かわいいやみなちゃん、ぜひみなちゃんのインスタツイッター見てください、うん、よろしくお願いします、いやありがとうございました、ヘイステシュー、ヘイステシュー、ヘイステシュー、かわいい、かわいい、感覚が遠くなっちゃった、あら、あ、正座してた、しびれた、かわいい、日本人でも正座はきついからね正座してたんや、痛い、あららら、落ち着いたからね、うん、歩いてくださいね、ヘイステシュー、ヘイステシュー、バイバーイ、かわいい、シューめっちゃいい子やん、めっちゃいい子やろ、足の水飲めてこく、今命の水、今命の水を飲んであ、こんなところにも命の水今日は、うん、聞いて、何鬼殺し飽きました、こわそうやんな、なんかここ入れてる時もうなんか降ってたもん、最後の一滴まで入れてんなと思ったら飽きました、開いたん、お次どうしたらいい、じゃあスズメ行きます、あ、そうだね、スズメの姉さんの、うん、美味しかったもんな、うん、ソーダ割りでも行きますか、あ、ほんまや、だったこれ、うん、ずっと気になっててんな、うん、うん、思ってた、エビサエンチにもあんねん、気になって買ってそのままやねん、え、なんでエビなんであんねん、またこんな字のエビ餃子みたいな、エビ食べや、一回を食べよ、いただきます、エビ餃子なんやろな、それ言うた通り、あー、何、ミスドの味する、ミスド、いやミスドのめっちゃ好きやねん、ヤムチャみたいな、えミスド、ミスドに餃子とか言ってんの、いただきます、え、そうなん、知らんかった、うん、このシール、鬼殺しは開くって怖ってきた、大阪着いた、ここのことかな、大阪着いたってこれ着いたじゃあ、堺で待ってます
仲間と集合で。うーん、おいしい。ね、うん、うまい。何時からやってるっけ、うちら。3時。3時。6時。うん。うん、まだ1時間半。でも、あと1時間半で終わっちゃうんや。早いな。早っ。もうちょっと出来上がりたい。この前の修了式って何時間ぐらいやってましたっけ？5時間ぐらいありました？4時間ぐらい。うーん、そう、この間のね、山菜の会4時間ぐらい飲んでて、うん、最後めっちゃシビアな話して終わってんな。酔っ払いすぎた。怖いよな、出来上がった。あれで6本ぐらい出しましたからね。そうですよね。芸能界の闇とか飾って最低。めっちゃおもろいねんけど、ね、やりすぎたな。お酒が。てかめっちゃ見てくれてるね。すごい、いっぱい。みんなコメントありがとうございます。ありがとうございます。全部読んでるし拾っていくんで。んね、んあ、こんちゃん。あ、何？お二人とも HH って言ってる。あ、こんちゃん見たらグイ。集中攻撃。滋賀出身グイ。よいしょ。滋賀やんな。そう、あの琵琶湖の水全部飲むか酒一杯グイするか。この二択。死ぬ。止められんで水。そうやね、すぐ言われんねん。そう、止めんで水って言われる。こんちゃんもね、関西女子ですから。こんのエスカルゴって何なの？分からへんねんけど、多分カタツムリになりたいね。おー、そういう感じや。こんちゃん、こんちゃんもね、主女子にね、マッコリの会で出てたんですけど、こんちゃんは酒弱いで有名なんで、うんうんうん、でも結構あの時はグイグイ言ってた。なんかあのいろんなフルーツにマッコリを加えてなんかアレンジして飲んでてんけど、うん、飲みやすいとか言いながら顔真っ赤になりながらも、うん、いつもより飲んでた。へー、珍しいと思うくらい。めっちゃ美味しかったんやと思う。そう、仲良くなれた？なってへん。そうそう、距離縮まった？その時もうおらへん。縮まったへん。おらんかったその時。おらんかったんて。あ、もう一つください。グラスをマオマオの分も。はい、ありがとうございます。お作りしますよ。今日ゆうちゃんいないんでね。あ、そう、あ、これでコメントしたら名前出ちゃいます。あ、最後でコメントしちゃう。こんばんはこんばんはこんばんは。キッチンペーパーもらっていいですか？すいません、ありがとうございます。ちょっとやりすぎた。こんちゃんから返事返ってきたら、こん様、おつまを昨日はありがとうございました。あ、昨日ね、撮影会があったんですよ、うんうんうん、大阪で。ありがとうございました。でさえもさ、なんか関西でパチリベしててさ。そうやんな。この後まおちゃんとこ行きますって言ってた人ってよ。あ、あ、ミシシッピさんね。あ、そう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 、ミシシッピさん、ありがたいわ、優しいわ。まおちゃんのところに、チャンサイからのまおまおはしごですって言って、うん、強いな。なかなか強いな、思って。パンチ効いてんな。こってこてやで。もう、ちょんげよ。あ、バレた。ちょんげよ。あ、バレた。皆さんもちょんげよ。ちょんげよ。乾杯っていうね。え、そう、タイ語で。タイ語で乾杯。一軒目はどれぐらい飲んだんですか？一軒目は3杯ぐらいの。うん、あとカニ味噌コーラ焼きと。そう、あのね、もうめちゃくちゃ、あのイカの塩辛とかも頼んでたから、うん、日本酒行こうと思ってたんですけど、うん、でも私今日絶対鬼殺しあると思ったんですよ。さえも思った。うん、ほんで、あ、日本酒飲むかなと思ったらもう集合時間間近だったんで、これ行ってのと思って行ったよな。一回温めてきたよな、うん、
そうなんです。でも朝からね、今日ちゃんさやと仕事やって、そうもう暴れ尽くしてね、そうほんで今日初めてのご飯っていうのがその居酒屋で、そうでお酒飲んで、うん、ウォーミングアップ済んで今日現場入りしました、ここにね。でももうほんまに家のようですよねこれマジでそう毎回思うけど、え、チャンスエンチなんて思うくらいでもう全部が踊れそう踊れそう、うん、そうなんかカラオケマイク持ってきたらよかったな、あーやってもだあそうこの間も言ってたんですけど、あの体操したじゃないですか私たちの回、うん、その時にチャンスエがあのもうちょっとあのこの踊れる範囲があったらもうやってたみたいな、やってた、もう踊りたかったよね、やってたみたいな感じあって、どんなやったっけ、もう踊ろうと思って、うん、あのあスズメチョンゲーヨチョンゲーヨ、銀座のスズメいただきます、トクトイ、うん、アサリのとこトクトイ、何やった大好き、なんとかティッシュ、あスコティッシュみたいな、スコティッシュ、何やったっけ、エコなってるやん、え、何やっけ、あ次のお悩み抱えた方もいるみたいですよ。悩めるひよこちゃんが、はい。お、おはよう。あら、なんかエチエチですね。お邪魔します。こんばんは。こんばんは。これエッチなタイで入って。はい、どうぞどうぞ。もう私たち。一旦あのここはい。はい。あら、あ、セラピケの可愛いやつだ。ありがとうございます。わあ。なんか待ちきれなくて。はい。もう飲んでました。飲んでましたよね。なんか顔が真っ赤なんです。はい。飲まれてますよね。はい、え、開いてるんですか、うん。え、ないんですけど。あ、ちょっともうほとんどはい、ないんですけど。ここの現場どないなってんの。もうわけわからへん。え、ま、後輩？いや違う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 、もうあの YouTube 見てきたんですけど、うん、あもうお二人に弟子入り今日をする気持ちで、じゃあちょっと自己紹介からいいですか、はい、はい、グラビアをさせていただいてるりさこと、りさこちゃん、よろしくお願いします。さっきあの近所の銀だこで拾われてきましたスカートさん、はい、銀だこで、はい、初めてです、え今日デビューどういうことどういうこと、今日デビュー、はい、今日デビュー、今日デビュー、じゃあ、ありありそうですよね、銀だこスカウトデビューみたいなパッケージやめてやめてやめて、え、それ何のパッケージですか出会って3秒ほらほら、あ、お邪魔します、乾杯りさこちゃん、乾杯。お二人は今何飲まれてるんですか、今ね銀座のすずめを、うん、YouTube で見ました、飲みやすいっておっしゃってましたよね、そうなんですよ、そうなんですよ、チャンス風呂上がりかのってくるって飲むんでね、もうほんと水みたいに飲んでますね、すごい飲んでたんで飲みやすいんですよ、あ、美味しいですよね、めっちゃ好きです、レモンド飲みますか、レモンド、はい、私塩レモン好きで、これさっきめっちゃ迷いました、美味しいですよね、塩レモン7パーやねんな、ああ。はちみつレモンが 3% で塩レモンが 7% 定番が 5% よく見てる、うん、まず定番から、定番からね、まあね、なんか今あの鬼殺し飲む気満々で来たら、はい、あの完売したって聞いたんで、完売しましたね、仕上げてくる女子向きな人かなってみんな仕上げてくるって言って、りさこちゃん可愛い、確かに仕上げてきました、みんな仕上げてきてる、胸すごっ、うん、胸ってすごい、胸っていう人どう思ういいストレートでよし胸ってさ、ね、逆にさやらしくね、確かにね、うん、ね、なんでだろうね胸派なんや、胸タイプなんやな、うん、あ誰ですか、あの頭だけ残してるの、うわ頭一個を食べるタイプの人ですか、これそういう感じなんですよ、お宮です、うん、あ、 ありがとうございます、はい、てください、大事に持って帰ります、私がね、バン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 電車でぶつけたから頭が割れてるかもしれない、しかも開いてるやつ持ってきたんですよね今日、そうです、しっかり見てる、しっかりあのね、本当に今日いろいろありまして美味しいんで食べてください、もうありがとうございます、すごいです、これ生産者の顔がちゃんと載ってるタイプのじゃあこれもらえますか、新しいお皿をもらってすいません、ここにどうぞ、いいんですか、この奇跡の食べ物いただいて、うん、ぜひぜひ、ありがとうございます、美味しいですか、経歴聞いてもいいですか、あ、気になる、えっと、うん、ちゃん今
芸歴10年くらいで、やっぱそうですよね、はい、だってもう喋りが達者やもん。そうやな、うん、なんか来たは大御所と思った、うん、最後の最後にねそう来たは大御所と思った、はい、フライデーとか、うん、サンマのスーパーカラクリテレビとかも出てました、うんうんうん、で今ちょっとブランクがあって新しく事務所に入ってっていう感じで、うん、なるほどね、だってもう、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。キモットも座ってんもんね。座ってる。ちょっと違うやん。違う、さっきのタレめっちゃフレッシュで、フレッシュやった。そうか、決めてきちゃった。決めてくるとこもそうなんですよキモットもが座ってるんですよ、はい、でも、うん、なんか違う匂いがしたよね。うんうん、えまだ入ってるんですよね、その酒。もう消えます。もうない。はい、何飲みます？黒キリ。サイもなくなったか。あれ、じゃちょっとすおすすめ買ってきたんで、おお、紹介しても。ぜひぜひ紹介してください。さすが姉さん。これはちょっと飲み切りました。姉さんすごい、すごいな。じゃあエントリーナンバー1番からいきます。はい、エントリーナンバー1番、氷結の糖類プリン体ゼロです。あ、これはいいですね。皆さん多分お好きですよね、うん、甘くなくて大事、太らない系の氷結、うん、カロリー高いですからね。ビタミン C 入ってるんで、あ、いいですね。大事ですよね。すごいな、夜飲むにはぴったりですよ、ね、お酒飲みながらビタミン取れんねや最高ですよ、うん、飲む点滴って呼んでますで次がこのなあ次が、はい、このストライクやばい女がちょっとすいませんちょっといいですか、 P、はい、P、 P に言わせていただきたいんですけど、言うてくださいこの大御所、え、さんまさん、なんかもうちょっとうちら回してもらう。大御所やん、うん、MC さんって、そんなメスを回してもらう。すいません、飲む点滴で、はい、飲む点滴で、次が、ストロングのこの味、飲んだことありますか？おー、あります。これめっちゃ美味しくないですか？白ぶどうは美味しそうですね。もうこれストロング界の巨匠なんですよ、本当に、うん、激うまです。もうストロングといえば私はこれ、はい、ドンギマリア、飲む点滴、ドンギマリア、はい、2個目ですね、はい、でお酒も1個飲んじゃったんで、あ、そうですね、また3缶用意してたんですけど、ちょっと限定って書いてんのにそんな飲んでんのこの期間に、はい、姉さんどんだけ飲んでんの、うん、これ多分1ケースは飲みました。でもストロング美味しいですよね。追いつこ、追いついた方がいいよね。私流の飲み方があって、ちょっとこれ皆さんに伝授したいんですけど、まあ、コンビニで買ったりとかスーパーで買ったら絶対ストロー必須なんですよ。すいません、歌舞伎町で、まあ、一回開けるじゃないですか、うん、ランド、あ、MCM のバッマイメロとか好きです。いや、誰が細くるやねんで、これをこの師匠って師匠って なんていうんですか、この回すんですよね。そこ回して、でそこにストローを刺して飲むっていうのが缶飲む時の定番みたいな。すいません、あの推しのホスターどこの店で働いてるんですかこれがこう私流です。ちょ見てください、これがあのプロフェッショナルの飲み方です、私の流儀。てて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 。で、あとは、はい、おつまみなんですけど、おつまみきた、サキチーの唐辛子味、唐辛子味、おいしいですよね。本当はガーリック好きなんですけど、なかったんで、うんうん、コンビニにちょっとクレーム入れときます。怖っへなかったんですよ、仕方ないなと思って、うん、なるほど、それは仕方ないですね、はい、で、これめっちゃ懐かしくないですか。え、マオが好きなやつや、うん、これマオ好きなやつ、ポジティブ30周の時、はい、ワイドです、ありがとうございます、はい、プレゼントします。めっちゃ美味しいですよね。めっちゃ美味しいんですよ、これ。と、これ何？わー！チーズ。サイが大好きなやつです。あ、じゃあこれもプレゼントです。ありがとうございます。嬉しいね。これ嬉しいね。しかも、ありがとうございます。私ちょっと変な食べ方するんですけど、はい、オレオとかもそうなんですけど、はい、ひねって回して片方ずつ食べません？そのチーズない方とおせんべいの方みたいな。食べません。え、ち
違いもありますか。すいません、飲んでもらおう。じゃあ乾杯して乾杯。イエイ。え、すごいな。オレオとかやんないですか、そのすくうみたいな。ん、結構多分そのままサンドのままいっちゃうはずですけど。酒が足りないんじゃないのって来てますよ。酒が足りないんだ。昆虫嫌いのすけさんから。昆虫嫌いなんですか。誰。どなたさんも。すごい名前やな。いい名前ですね。うん、りさこちゃんの猛者感すごいって昆虫嫌いのすけさんから。なんやねんってその名前。昆虫嫌いになったきっかけ知りたいですよ。そん な, なんか自分の名前にするぐらい嫌いなわけじゃないですか。確かに嫌いのすけさんですから。嫌いのすけ。フルネームでお願いします。はい、あ、まだあるの。はい、最後にすごあのお二人の YouTube 見て、はい、あのそのやっぱギリギリまでお金使わないと買い物上手じゃないっておっしゃってたじゃないですか。はいはい、でめっちゃ戦いたくて来たんですけど、今日1010円であれ10円過ぎちゃったんですけど、ってんな。それでも買いたかったのが、うわー、若旦那です。合格。若旦那ですよ、名前。もう優勝案件ですよ。え、新生姜じゃないんですか。若旦那って何。若旦那、いや新生姜やろそれ。これ未知の世界だけど、はい、でももうガリめっちゃ好きなの。めっちゃ美味しいじゃないこれ。マジで合格です。え、マジで好き。あ、すみません。じゃあ若旦那いただきます、みんなで。はい、若旦那つまみながら。最高じゃないですか。超美味しいですよね。なんか私なんか新生姜系好きで、うんうん、岩下の新生姜をツイッターで褒めたら、うん、岩下の新生姜の社長さんがフォローしてくれて、いいな。あの会社はいい会社だなって思います。いい会社だな。え、じゃあえめっちゃいい香りする生姜の。りさこちゃんはりさこっていう名前で活動してるんですよね。はい、はい、そうです。うんうん、あだ名は何なんですか。あだ名がないので、じゃ今日ちょっと決めていただいてもいいですか。あ、いいやんいいやん。うんうんうん、じゃありさこねえでか。うん、りさママ。いや、ママそれスナックじゃないですか。じゃあリサママで、はい、じゃあ今日決定しました。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日の MVP が来たってコメント来てますよ。なんてなんて、今日の MVP が来た。 最後にね。それも昆虫嫌いのすけさんですか。これは森の -台湾です。はい、なんかさっきもあの、はい、24カラッツですごい笑ってました。そう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 。24カラッツですね。結構ね、みんな面白いんですよ、ハンドルネームが。みんな面白い。じゃあ私たちも今日はトライブになってちょっと一族で、はい、やらせていただきたいです。回してるね、リサね。回しましょう。回されましょう。じゃあちょっと猫の餌いただきます。お猫の餌じゃないです。猫になったんだよなりさこ。合わせてもらっていいですかね。合わせてもらっていいですか。いただきます。じゃあ、はい、猫になったんだよなりさこ。はい、いただきます。ストローで飲むってりさこ。あだ名はモサでいいんじゃない。モサ、モサ、モージャって書いてモサ。あ、なるほど、そういうことね。これ昆虫嫌いのすけさんです。モテた。昆虫嫌いのすけさん。覚えたわ、もうお名前。だいたい嫌いやで。そうやね、そうやね。好きなやつある。そうやね、そうやね。昆虫カフェとかあるけどな。うん、だいたい苦手。うん、うん、昆虫ってな。ゴキは昆虫。え、何あれ、害虫。何なんやろうな、害虫ではないんじゃない、まあ害虫って。害虫の定義って何なんですかね。うん、なんかもうジャンルにならないみたいな。ジャンルにならない感じじゃない。いただきますね、じゃあ。いただきまーま。いただきまーま。もうあだ名が。え、これこのままいっていいんだもん。あ、多分そのまま言ってもいいと思います。もしもーし。はい、もしもし。電話嫌いです。あ、川崎クリニックです。いや、電話嫌いなの。何が教えてるんですか。電話嫌いだ、電話嫌いだ。あ、そうや、リサママも、はい、こう見えて悩みはある、はい、いや、そうなんですよ。もうなんか最近こう飲むじゃないですか、うんうん、で私あんまり吐いたりすることないんですけど、はいはいはい、なんかちょっと特技があって、うん、あの吐くときあります、飲んでて、うん、めっちゃあります。こう吐くときって音出ます。う
うん、おえーみたいな、うん、まあ、そんなあの美しいんでおえーはないでしょうけど、キラ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 とか、うん、ゲポって言います。ゲポって言いながらゲポって言うじゃないですか、うん、普通、うん、それが私特技がサイレントゲルなんですよ。その音なしで吐けちゃうみたいな、なんでなんかその吐いてて死にそうになっててもう誰にも気づいてもらえないっていう悩みです。でもなんか来た時は赤いかもって気づいたけど、うん、なんかさカイリちゃんとかと比べるとあんまり赤くならんよ。確かに。だから気づかれにくいのかも。うーん、なんか今日とかはなんか照明とかもあるし、はいはい、生配信やから、うん、めっちゃ赤いってわかるけど、なんかそういう普通の居酒屋とか、うん、飲みのバーとかに行ったら気づかれなさそう。なんか急上昇急降下なんでこうガーッと赤っくなってこう白くなっちゃうん で、 うーん、で自分でもなんか酔ってる時って自分が酔ってるの分かんなくないですか。あー分かるかも。いや私全然楽しいし、ね、無限大になるしね。確かに確かに。でしかも飲みが始まったら100行こうみたいな。なんかもう、 そうなんです、もうなんか限界止まらないんですよね。そうなんですよ。酔ってきた帰ろうじゃない派ですね。酔ってきたみんな帰んないっしょの方が来た。そうなんですよ。来た893や、はい、酒893ね。わかります。そうなんです、一緒です。ここも一緒なんですよ。まあ、それも悩みです。なんか気づいたらなんかみんな潰れててなんで私生き残ってるんだろうみたいな。確かに。でトイレ行って静かにサイレントでこう、そうなんです、そうなんです、ゲロリンピックしちゃうから、ゲロリンピックしちゃうから実は優勝なんだけど、そうなんです、気づかれないんですよね。なんかバゲロもするんですけど、そのバゲロその場でバゲロって言うんですか、それ。はい、その場でゲロのことバゲロって言うんですけど、バゲロって言うんですね。なんかその場で吐いてても音がないんで誰も気づいてくれないんですよ、はい、そーみたいな。どんだけいい匂いのゲロなん。なんでなんかそれそのこの間もタクシー乗って帰ってて、はいはいはい、で一緒に飲んでた子と2人でタクシー乗ってたんですけど、うん、あの袋に音なしで入ってるんで友達もその袋を見るまで入ってることに気づかれないみたいな。だからなんかそのタクシーに乗って気持ち悪いことも気づかれなくて、それ多分タクシーで起こしてないんですよ。でも多分それってリサネも酔ってるけど周りの方が酔ってるじゃないですか。だから気づかない。周りが気づかない。そうそうそう。だってタクシーって結構な個室じゃないですか。そんな密室で気づかないのはなかなかですよ。だから音が出ないっていうのが悩みです。出したくてもいや音が出ないって何。応援できないみたいな。でも演技でおいおいって言ったよね。そうなんですよ、ね。違うんや。えねどういう吐き方するんですか。なんかタクシーで。ちょんげーよ。ダンスタイム。そういう酔っ払い主役場にいますよね。ちょんげーよ。聞いてください。チャンサイでちょんげーよ。ちょんげーよ。M ステ。ちょんげーよ、げーよ、ちょんげーよしよう。ちょんげーよってタイ語で乾杯って言うんです。タイ語なんですね。韓国語じゃないんですね。じゃあちょんげーよ。これどうしてタイ語で乾杯言う流れになったんですか。これは私が、うん、エビスマスカッツっていうグループに入ってるんですけど、はい、その中の派生ユニットでチョンゲーオっていう曲を歌ってるんですよ。あ、歌ってるんですね。そうなんです。ちょっとタイの言葉がいっぱい入った曲を。確かにこの間タイ行った時みんなチョンゲーオって言ってた。タイ行ったんですか。はい、タイ行きました。コロナになる前です。さすが姉さん、何でも話通じるやん。でもやねん。これ多分何言ってもやってくれるんで、うん、だってもう悩みがすごかったもん。何だっけ。タクシーの中で、あのゲロリンピックしても、あのサイレントすぎて誰も気づいてくれへんって言われたもん。そうなんですよ。だからそれはプロやん。そう、ママがめっちゃ酔っ払ってるから、もうその他がもっと酔ってるっていう。ママよりも酔ってるから気づかない。それサイレントなんじゃなくて匂いで普通気づくやん。大体。確かに。でもそれ気づかんのは。一番飲んで一番強いんやと思う。若旦那いただきます。いやそうやと思う。あとなんか母性も強いんじゃない。あのみんなを見ないとみたいな。ありそう、うん、だってちゃんとみんなでタクシー乗ってる時点でそうやもんな。うん、母性美味しいの。美味しいですか、うん、もう良かったです。会社に連絡して良かったぞって言っときます。クレームの次は高評価、高評価ですごい美味しかった。え、じゃあ私から1個気になった質問していいですか。はい、はい、お、はい、先生。なんでそのちょっと
休養してたって感じですかね、室町の時。なんで復活しようと思ったんですか、芸能活動。あーなんか、うん、その今25なんですけど、うん、そうなんですか。そうなんです、ね、今年26になるんですけど。そうなんですか。なんかちょっと誰やかって見ながら同い年か年上ぐらいやと思ったの。誰や誰なんかそれで一回ちょっと社会人を経験してみて、うん、挟んだ。あ、そっか。そうなんです。若い時から芸能活動してるから、ね、ちょっと挟んだんですけど、うんうん、やっぱりやりたいことはこれだなと思って。なるほど、はい、このお酒の飲める力を使うべく前戻ってきました。でも大事かも。一旦サンドして再確認して、うん、やりたいことが定まってみたいな、はい、うん、でもすごい今の仕事のありがたみがめちゃくちゃ、なるほど、はい、実感できます。え、どうでした、社会人ですか、うん、もうなんか飲み会で、うん、その会社の飲み会でこういう同じテンションで喋ってるとこいつ頭おかしいんじゃないかみたいな、みんなに思われるんで、あ、私いる場所ここじゃないかもみたいな。でも分かるかも。そうなんですよね、礼儀知らずみたいになっちゃって、礼儀何知らず、常識知らずみたいになっちゃって、なんかちょっと飛んでるというか、変わってるっていう目で生きてる世界違くないみたいな、なんか感じになっちゃうんで、ちょっと寂しかったですね。なるほどね、そっか、あるある。うちらさ、社会人経験ないやろ。社会人経験なくて、だから地元で飲んだら、うん、もう俺らの代に関わんなって言われる。これその周りの地元の友達の方って自転車こうやって乗ってたりとかしません？なんでしてるの？カマキリタイプね。カマキリタイプあるから。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あります。カマキリタイプかトンボタイプ。そうやね。そう。あるから2種類。ありますよね。2台のとこ3段シートみたいにしてる。ないです。社会だけやってる。してない？そう、知らんねんって。3段シートしてる。何やねん、そのぶっ込み。知らんそれ。まあ、そういうのもありつつ、うん、でも言われたことはでもありますよ。あ、そうですか。社会人経験はないですけど、でも、あ、なんか変とか、そういう風に見られたり言われたりはしますよ。その女の子の友達とかでも生活リズムとか合わなくないですか？その何だろう、飲みベーションというか、その飲み会に行くテンションとかが、で地元の子とかはもう主婦になってるから、そうですよね、うん、うん、ちょっとなんか場面で会ってたのが、え、帰ってきてるんだったら言ってほしかったな、子供預けるのにみたいな、あ、急に飲めなくなったりとかしますよね、言われたりとかはしますけどね、うん、確かに、うん、なんかでも地元に帰んないとなんか、うん、自分がアラサーって実感があんまりないかもしれないから、ね、結構なんか良くも悪くも、確かに、うん、なんかこっちにいるとなんか結局自分の居心地いい人と飲んだりご飯したりするから、うん、だからなんか地元に帰ると、あ、うん、27歳ってこういう生活してる人いるんだよなっていうのを、うん、そうなんかいろいろ見て、うんうん、ギャップとか感じたり、感じますよね。その地元のその家庭を持ってる27歳の子の話を聞いて、東京戻ってきて27歳の話を聞いてみたいな、もう感じになりますね。まあまあ、チーズをかきとって、チーズをかきとこ、あ、したした、あ、あ、ありがとう。あと、わみなちゃんのやつ、ちょっと、でもなんかそれよりこの、このこれなんですか？これやばくないですか？え、このステッカーについて説明してもらっていい？ステッカーはいる。これステッカーいるやつ。いや、ダメ。この唐揚げ食べてるステッカー。もう最悪なんですよ、本当にこの人。これはゴキブリのおもちゃ、私の誕生日みたいに思ってくるし、私の家にもこそっと置いていこうとするんです、本当に。え、てか、マオの誕生日会のためにこれ仕入れたんですよ。すごい、仕入れんでいいねんって。マオが小ぶりですよね。あ、そうです、結構小ぶりで立体的なやつを選んで、マオが12月誕生日で、12月に27歳の誕生日やったから、ゴキブリ27個頼んだんですよ。めっちゃ優しいですね。なんでですか？
中の守りだ。ここにおる。走ってる。すごい。走る。走ってる。すごい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 。万歩計で測りたい。ここにおる？まだ。あれ。おるで。どこ行っちゃいました？投げました。あ、かかかか、ほんまにあかん、ほんまにあかん、ほんまにあかん、なんかポロリしそうです。あれ、もしかして本当の昆虫苦手のすけさんですか？本当に危ないんです、ほんまの本当に危ないんですよ。待って、ほんまに危ない、ほんまに危ない、ほんまに危ないか。ですね、酔いが覚め、酔い覚め、もうそれ即座に捨ててください。ダメダメ、即座に捨ててください。名前とかつけてたりしないんですか？なんで返したんですか？なんで返したんですか？なんで返したんですか？危ない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 、危ない、危ない、やめて、ほんまに、ほんまにでかいから。大丈夫ね、下げとこ。いつの間にチーズおかきの下に敷くんだ。一回なんか結構前にマーの後ろでこうやってした、映ってましたかね。30分ぐらい前、リサ子ちゃんが来てすぐぐらい。ほんまにやばい、ほんまにやばいって。まだ持ってるやろ。あかんかあかんって、ほんまにあかんねんて。でもあかんかあかんかあかん、ほんまにあかん。ちょっと見ていいですか？ちょっと見ていいですか？ほんまに見ていいですか？ほんまに見ていいですか？いなくなっちゃった。あかん、リサコちゃん大丈夫、捕まえたんで、捕まえたんで、戻ってきていただいて。リサコちゃん、ちょっと本当に本当にダメなんですよ、私。ね、可愛いですね。本当に可愛い。おもちゃや。違うね。思うや。うん。ちゃうね。おもちゃじゃないね。一回乾杯。しろちゃんゲーする？だね。ちゃんゲーを。いいな、いいな、いいな、いいな。ちょっと待って、地味落ちしまる。酒も飲んで、酒も飲んで。いいな。溺れてる溺れてる。やっぱさすがもうリアクション芸能人ですね。違うんです、違う。溺れてるし、カチカチ出してしまった。氷で。ほんまにあかん。死後硬直。ほんまにあかん、ほんまにあかん。ほんまに収めて、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 収めて。あのゴキブリのこと収めるって言って初めて見ました。ちょっと心拍数やられる、心拍数やられるし、死ぬ、そんな怖いね、可愛い、可愛かったいや、おもちゃやってきてんね。違う違う違う、ゴキ焼酎、ゴキ焼酎やばいですね。お前このアーカイブ見られへんくなったやん。ほんまにあかん、あかん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 。急に頭痛してきたもん。ロキ焼酎やばい、ね、めっちゃ面白い。ロキ焼酎いいですよね。ほんまにやばいって。まあ、今日ゲームする？かわいそう。もうやばいって、ゴキブリ入ったもん。ちょ、ごかんすいません。あれゴキブリやから、マジで。すいません、師匠。マジで、ほんまに。あれマジでゴキブリやで、言ったけど。いいやん。あかんねん。嫌なん？嫌やで。チーズおかきも食べたいしな。チーズおかき食べ。え、でどうやって食べるんでしたっけ？なんかその2枚になってるんで、こうちょっとこれ？あ、そうですそうです。でもちょっとそれやりづらいかも。こう？なんか回して二度おいしい的な。すごっ。いや、めんどくさくなってますよ。おいしいんですよね。うん、じいちゃんかわいそうって言ってるよ。なんでかわいそうやねん、じいちゃん。じいちゃん、いじめられてかわいそうできてるよ。なんでやねん、マオマオやろ、かわいそうなんは。かわいそう、かわいそうなマオマオやろ。ねえ、じいちゃん、一人ぼっちじゃん。一人ぼっちでへんねんて。ほら、見て。この距離でもマオおるの珍しいからね、これ。
かわいそう。だいぶ頑張ってるからな、あの距離。この前夜中にマウンチ突撃してゴキブリに。そうやで、ゴキブリで追いかけましたよな。夜中に夜中に家来た思ったら、そう、なんかチョンゲオっていうその曲ね、なんかユニット大戦争みたいなしてた、ユニットバトル、4個ユニットがあってユニットバトルしてて、そのチョンゲオが最下位やったんですよ、生放送で決まるってなって。そうそう、で最下位やって、ちょっと最下位で、あ、なんか生放送終わりで、まあ、このまま家に帰られへんなって思って、でも店とかもやってないからマウンチ行って、で最下位やったん、焼け酒付き合ってって言って、付き合ってもらってゴキブリ持って追いかけました。ちょっとあの次回呼んでもらっていいですか。来る？はい、そう、おいでおいで、いっぱい連れてきます。連れてきます、ゴキブリの方。絶対オートロック開けへん。絶対鍵開けへん。そうですよ、じいちゃんが、じいちゃんが危ない危ない、視聴者さんがやってるんだよね。何言うねん、誰や、じいちゃんが大事だよ。森のハイフン、森のハイフン台湾、何言うてんねん。だから台湾から見てもくれて、何言うてんねん。かわいそうよ、そりゃ。あ、よかった。あー、危なかった、ほんまに。持ってこれて、もう頭痛きた思ったもん、今、うん、飛んだけど、一旦また飲んで、うんうん、頭痛きてたから。いや、リサママ唐揚げとか、だからリサママ飲んでる、うん、あ、分かれへんからさ、ほんまや、鬼殺すしやん、分かれへんねん。あ、じゃあグラスいただいてもいいですか。ストロー卒業します。お、あ、まあそのアイスペルでもいいです、なんなら。ね、すごい、歌舞伎、歌舞伎の花来られたの今日。サッカーの、これもなかなかやけど。指もなかなかですよ、ね、これもなかなかなんですよ。お、いいですね。まあまあ、もう結構足りてないけどな。足りてんねんて。めっちゃ楽しそうって、ね、ありがとう、めっちゃ楽しいですよ。なんかさ、3人に質問とかあったら送ってください。確かに、うん、ぜひお願いします。じゃあチョンゲーよー、チョンゲーよー。あ、それで終わり。ナイス、はい、白マスカットも行こう。はい、もうバチ決めでね、バチ決めで、バチ決めで。バチ決めで、でも美味しそう、白ぶどうやもん。うん、マスカッツしよう。そうですよね、ほんまや、それしよう。めっちゃ美味しいですこれ。てかリサちゃんコメントで来てたけどさ、芸歴10年ってことは15歳から芸のことです、はい、そうです、はい、15歳から。中3、高1です。すげえ。いや、でもすごいね、めっちゃすごい。うちら高1で何してた。さえは、え、でも、うん、こういう自転車乗ってたんですよね。こういう自転車リプトン飲んでた。そうね、うん、鬼殺しっていうリプトン。そして授業中鬼殺しなんてやばくないですか。レッドの、うん、で、なんか、うん、サヌキ屋っていううどん屋さんの駐車場に溜まってた。何それ、どこ出身なんですか。大阪です。大阪でサヌキ屋っていう、そう、うどん屋さんの駐車場があって。エリサママどこですか。私東京出身なんですけど、シティガール東京やから。そんなもう15歳から芸能活動してんの。そうやで、そうやで、うん、なあ、何がきっかけなんですか。そのさんまのスーパーからくりテレビの街頭インタビューがきっかけで、はい、主婦で同じテンションなんで、なんかちょっとその当時の JK 用語的なテヘペロとかあるじゃないですか、うん、ああいうなんかやばいこと言ってたら、なんかもうちょっと言う、来ちゃいなよみたいな、毎週来ちゃいなよみたいな感じになって、はい、うんうん、で毎週行くようになって、そこから1年ぐらい出させていただいてみたいな、それがきっかけで。すげえ、はい、すごい。でも15歳でさ1年も出るってすごない。うん、あとこれめっちゃうまい。お、それ何ですか。中にチーズ入ってる、最高やん。その外の物体は鳥、うん、めっちゃうまい。ありがとうございます。あの、ずっと気になってたんですけど、これなんですか。これエビ餃子です。エビ餃子なんです、ね、めっちゃうまいです。へえ、マジで食べよう。野菜以外全部食べたんですけど、全部めっちゃ美味しい。いただきます。野菜も絶対美味しいでしょ。なんか気になってたんですよ、ウーパールーパーみたいだなと思って。あー、だって似てますよね、なんか透けてる感じ。え、ほんなもう感じそうなの。めっちゃ美味しい。おい、
どうですか？美味しいですよね、エビ餃子。これめっちゃ美味しいですね。うまみ美味しい。そんな食べたほん前歯危ないから前歯危ない、前歯危ない。リサちゃんちょっとんってすごい、あ、本物や、はあ、本物や。 YouTube 見ました、なんかみんなちゃんと書いてるやんなって言ってましたねあのね、一旦ね、セラミック軍団の時だったよ。あ、3人の時ですよね小島美優ちゃんと辻りりさちゃんの時はセラミック軍団なんですよ、ね、軍団入りたかったな来週変えてこようかな前歯偽物なんで。あ、え、それで揚げ物食べると何か化学反応が起きるみたいな。いや、なんかちょっと硬いものとか、なんか白いものとか、まあ、食べにくいんですか、はい、へをかぶりつくと、うん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 、たまに歯がそのままあったりとかするそれだいぶ来るじゃないですか。ここそう、だいぶ来ますね、メンタル来ますよね。でしょ、何、え、あ、びっくりした、今なんか触れたから今また G なんかな思ったよ、びっくりした、おねむ。あ、ここね、神崎クリニックで、あの、なるほど、ちゃんさんちみたいな感じになってるんで、お邪魔します、はい、くつろぎたい時はくつろいでください。すごい寝てる超自由自由なんですよ、超自由なんですよ。なるほどなるほど。まあ、でもお酒飲むと急激に眠くなることありますよね、うん、で15分ぐらい寝てなんかそう、また復活めっちゃ復活して、うん、なんでみんなこの酔ってるのみたいな。確かにありますよね。リソママはなんか失敗談ないんですか？お酒の失敗談ですか、うんうん、お酒の失敗談あんまりないですね。なんかなんだろう、そのなんか気づいたらやっぱ全員死んじゃってるっていうのがあるんで、え、自分で自殺しに行ってますか？違います、これは私じゃないです。なんかめっちゃ仲いいからすごい羨ましいです。超仲いいですよね。これこそ絡み酒なんですよ、マジでこれこそ絡み酒なんですよ。わかります。まあ、え、あー、あっという間に、あっという間に、あー、何でも合ってる、もう一回噛むのなんでよけん2時間経ちましたよ。早いですね、おかしい、早い、今スイッチ入ってきたのに。そうですよね、まだストレッチしてないで、いや今寝てた寝てた人が言ってるなんで、ね、主女子恒例のストレッチしてない来た来た。じゃあ残り、あと10分ぐらいってお聞きしたんで、はい、じゃあリソママのストレッチいきますか。あ、いいですね。あの、マオラがさ、この間さ、あのしたやん、うん、したストレッチの査定があるんですよ。はい、あ、査定ですね、はい、じゃあお願いします。ステージ、何のストレッチしたらいいんですか？ステージどうぞ。あの、ステージどうぞ。師匠、ストレッチの極意は、はい、まずこれできますか？まずそれですね。まずそれです。それを、まあ、前屈いってください。はい、お願いします。ここに乗って、うん、はい、前屈、はい、あー、すごい、めっちゃ柔らかい。Y 字できそう。 Y 字できる？ Y 字って何ですか？これできるかな。いや、できそう。え、こ、あれ、これは何字ですか？こっちの字そう、何字見えるな、これ。さっきから見えたから。そう、何字他のストレッチないですか？あ、あれや、あれや。あ、これはヨガの。あ、これ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 。あ、あ、それできます。このポーズできます？それ両足できます。これですよね、あの昔長澤まさみがエプソンの CM でやって。あ、すごい、うわ、柔らかー。あ、めっちゃ柔らか、はい、いいフォルム、おっぱいも。いや、めちゃめちゃいい。逆もできる？あ、逆もできます。これでも多分全女子できますよ。あ、つく？します。かな。え、すごい柔らかいんや、やっぱり。じゃあもっと難易度高いやついくわ。もう何これできる。これ出たー、これやばいね。これ、あ、そう、どこの人もいいですか？ここつま先。あー、すげー、あ、すごい、あー、すげた、すごい。え、もう一回もう一回もう一回そう、すげー、すごい。え、首が柔らかいから、これ首いけないですか？めっちゃすごい。ほらほら、え、すげえ、すごっ、めっちゃすげえ、めっちゃ反って
ってる。え、これ主女子史上初ですよね。言えてます言えてます言えてま す今の。やっぱり私生きてたからやったな今日。すごい。え、初ですよね。初というか初戦の回しかやってないから。あれ本当ですか。恒例じゃないですよ。本当ですか。はい、あれあ違うんですか。あれあ今日第2弾。MVP いけました。今日のいやすごーすごい。ありがとうございます。いやリサマはマジですごいですよ。ありがとうございます。殿堂入りやったー。これ殿堂入りやな。第2回にして殿堂入り。やばいやばいやばい。ハウスお返ししますね。すごいなー。めっちゃ柔らかかったよ。えすごいなー。えちなみにリサマに何カップなんですか。F カップです。そうな。いやすごいな。だってさ、ゆうちゃんもさ、うん、F カップでさ、うん、めっちゃ柔らかかったよ。うん、触ったっけ、うちら。え？今度触らせてもらう、うん、F カップって言ってる。はい、すごいわ。柔らかいな。いいな。なんだろうな。でもなんか逆になんでそのおっぱい大きいのに細いんですか。細、めっちゃ細いですよね。私はでも大きくないから、そんな。いや、でもあるんですよ。うんうん、細いんですよ。いやめっちゃ細いです。あの生で見た方が多分皆さんめっちゃ細いなって思うと思います。全然全然もう全然ですよ。細い。でも嬉しいから飲みます。うん。MVP が決まったって。ほんまや。やったー。台湾さん言うてはる。台湾さん。森の台湾さん。うん、台湾から言うてるから。サイマンは喧嘩したりしなそうって。あ、でも知らんかも。なんか知らんな。喧嘩っていう言い合いになる前に、なんかお互いが言ってる多分意見を分かってるみたいな。じゃない、チョンスが言ってること分かるし、なんかそれに反対じゃないけど、なんかいや違うみたいな感じのがないから、なんか全部ブーなんかチャンスが言ったことあ確かにみたいな思うから喧嘩にならんかもっていう。そうね、てかさ、なんかめっちゃ逐一ごめんなって言い合うよね2人。確かに、ごめんなとありがとう3日2回ぐらい言えへん。確かに大事。なんかそれあるよな。遊びに誘ったら誘ってくれてありがとうみたいな。うんうんうん。え、グイですよ。確かに確かにグイです。あ、ストレートまでありますよ。それグイやった。そう、なんかね、確かに誘ってくれてありがとうって言ったり、うん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 、なんか誘ってもらったのに行かれへんかっても、え、誘ってくれてありがとうって言うし、なんか確かに。うん、でも本当なんかその一言ってめっちゃ大事ですよね。うん、確かにそうかも。ありがとうごめん大事かもな。うん、あとなんかその言うよ、ね、仲いいからこそなんかこうもやっとする前に言いたいこと言えません。ちょっとなんかそういうの嫌だなとか。だからそれを言い合えるってことは一生仲良くできるなみたいな感じにもなりますよね。確かに嬉しい時は飲もうってきた。ちょんまよ。いっちゃねーよ。ちょんまよ。え、てか、なんなん？え？あ、グイ確定？グイ確定？ケイズさん。カズさん。カズ。すごいな。グイ確定。ミサコ。お、カズさん、ついに。ましたね、うわー。白ぶどう。代わりに。すごいな。白ぶどういくか。あと何分で白ぶどう開ければ許されますか？あとね、あと2秒です。彼の誘う。あと2秒です。あと2秒で行けるところまで。いや、すごい。でもお酒好きなんですね。好きなんです、本当に。最高。ちょっとあのテイスティングしてください。よければ。白ぶどうめっちゃ美味しいです。でもなんか美味しいから飲みやすくて本当に決まっちゃうって感じですね。決まっちゃう。決まっちゃう。決まっちゃうって言うんですね。じゃんげーよ。じゃんげーよ。美味しい。飲みやすくないですか？なんかうまい。まさかストロングとは思わないみたいな。うん。確かに。うまい。私でも男の子だったら酔わせたい女の子にみんなこれ飲ませてます。それで酔っちゃうのかな。でも美味しくて酔えるって一番いいかもですよね。確かに。いいなぁ。エロいっすね、でも。考えてること、日頃から考えてること、確かに。そ
そうやっていいっすね。ぜひ、はい、ぜひぜひぜひ。私鬼殺ししか家にないんで、ぜひぜひ弟子入りさせて。でも鬼殺し飲んでる女子私初めて見ました。まあ、うちらもうちら以外見たことない。まあ、確かに。なんかその罰ゲームでちっちゃい鬼殺し買って、うん、友達に飲ませるとかあるんですけど、ああいうパックとかでこう本当好き好んで飲んでる人っていないじゃないですか。言われてますね。えもう本当にうちら言われてますね。弟子入りするつもりで来たんで今日。でそしたら今日鬼殺しなかったんで次回また呼んでいただいたのに。そうか。切らしちゃったもん。そうなんですよ。鬼殺し開けるつもりで来たのに開いてたっていう。開けてもうたな。そうなんですよね。品切れしてもうたね。鬼殺しでも美味しいですよね。美味しい。めっちゃ美味しいから、いろんな鬼殺しもあるんで、今度。そうなんですね。はい、鬼殺しで皆殺しの会にまた来てもらって、はい、いいですか。ぜひお願いします。じゃあ、てか鬼殺しの会を主女子でしようや。やりたいです。最高。ね、鬼殺し飲み比べの会。ね、この主乱の会を動画にしましょう。で生放送じゃなくてね、生放送鬼殺しやっていただいて、ね、そうそうそう、うん、あしましょう、それいい、絶対楽しい、ね、生配信も動画もどっちもしましょう、うちらで、ね、いいですね、いいですね、はい、ぜひまた誘っていただいて、はい、こちらこそです、はい、もっとノミネーション高めていくんで、いいですね、はい、レベチ整えていきます、肝臓鍛えていきましょうじゃあぜひ皆さん、はい、次は鬼殺しで皆殺しの回でお会いしましょう、はい、よろしくお願いします。もう終わり、はい、寂しいね、うん、寂しい、ね、終わり、あ、延長、延長終わり、終わりみたいですね、みたいですね、じゃあまた皆さん、はい、一緒に主女子とまた乾杯してください、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またちょんげーよー、ちょんげーよー。